ニコニコをご覧の皆さん、こんばんは。夏野です、今日はですね、ロシアによるウクライナ侵攻からおよそ2ヶ月半を経て、戦闘が終わる様子もなく、日々テレビや新聞、そしてインターネットなどを通じて戦地から生々しい情報が送られてきている今、このとてつもない歴史の激流をですね、皆さんと一緒にいろんなことを思いを持って考えてみたいと、特にこの戦争というものについて考えてみたいということで、私たち角川グループとしてですね、今こそ戦争について考えようというキャンペーンを今日から立ち上げております。で、この今回の番組もその一環として企画させていただいております。ユーザーの皆さんと一緒にですね、戦争について考えていきたいと思います。番組ページの投稿フォームから質問やご意見どんどんお寄せください。番組の中で取り上げさせていただきたいと思います。またですね、本日から角川グループとしてブックオーカーという電子書籍サイトで、9種類のですね、本を、戦争についての本をですね、ダウンロードできるようにしております。無料でダウンロードできるようにしております。1週間無料でダウンロードできますので、ぜひ皆さんもこの機会にですね、いろんな戦争についての本を読んでいただいて、そして戦争について考えていただければということで、無料のキャンペーンを企画いたしました。さて、それでは本日のゲストをご紹介させていただきたいと思います。批評家、作家、そして株式会社言論創業者の東博樹さんです。東さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。東さんはチェルノブイリとは言わないんだね、今。チェルノービリにも行かれて、はい、ウクライナには、この戦争が始まる前からですね、関係があるということで、お知り合いの方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、連絡なんか取れてるんですか？そうですね、何人、取れていて、やっぱりこう家族を退避させなければいけないので、一回国外に出てまた戻らなければいけない人だとか、あとキーウ周辺にずっと留まってる人だとか、人それぞれですね。はい、そしてそのお隣は東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉悠さんです。よろしくお願いします。小泉さんはもちろんロシア政治の専門家でもあり、そして軍事の専門家でもあるということで、今回の話題に非常にふさわしい人生だったと思っております。ありがとうございます。こういう事態が起こると想像されてましたか？私の今おっしゃった通りで、半分ロシアやってて半分軍事やってるんですよ。だからその軍事やってる方の自分は、これはどう見てもロシアが始めそうだというふうに思ってるんですよね、うん、でもう半分こうロシアやってる方の自分は、始めても何のメリットもねえだろうと思って、うん、でその両方の間でなんかふわふわしてたのが、2月24日に戦争始まってみて、ああやっぱりやっちまったのかと、そこからなんかもうなんか夢見心地なような感じで、気がついたらここまで流されてきた、なんかそんな2ヶ月半だったですね。専門家の小泉さんにとっても衝撃的だったということですね。そうですね。さて、そのお隣は防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです。よろしくお願いします。高橋さんも防衛研究の専門家でもあり、そしてこの国際政治の専門家でもあるということで、今回の事態、防衛省は、想像してたんですかね。防衛省という主語だと私は答えられないですでも日本の軍事専門家のお一人として、やっぱり今回の事態っていうのは意外だったんですか、それともあり得たんですか？私みたいな核戦略、あるいは戦略論の専門家って、結構日米欧で、狭いコミュニティがあるんですよ。でそこでね、今こう自分の手帳を食ってみたら、ちょうど2019年なんですけど、その核を持った敵との通常戦争に勝つにはどうすればいいかってワークショップを実はカリフォルニアでやってて、で当然そこにはロシアが入っていた。でウクライナとバルト三国シナリオを議論してたので、自分的にはこういうことは起こるよねっていうことを議論してたのは確かです。今回起こるかどうかっていうのは、その自分、私その別にヨーロッパの専門家ではないので、その起こるかどうかについての予想なんか全くしてなくて、単純に見てて、起こりましたねっていうところで、そこからまた自分がやってたことを思い出しながら分析し始めたって感じですかね。さて、もうお一人なんですけども、オンラインでのご参加になります、慶応義塾大学総合政策部教授の広瀬陽子さんです。広瀬さんも、テレビで見ない日はないんですけども、このロシアがこういう状態になるということは予測やっぱりされていたんでしょうか？
先ほど小泉さんがこうロシア研究者の小泉さんとしては今回のことを予測できなかったということをおっしゃってたんですけど、私の方はまさにそちらしかございませんでしたので、本当にまさかの侵攻で、ずっと侵攻はないというふうに思っていたんですね、というのは全く合理性がないので、論理的に説明できないことがあまりに多く、それにもかかわらず2月21日にまずこうドンバスの2地域を独立承認してしまい、そしてあれよあれよといううちに侵攻が始まってしまって、本当にこうまだ自分の中で気持ちの整理ができないままこの状況に今あるという段階です。いやこの専門家の皆さんにとっても衝撃的な事実だったということ、皆さん地上波にバンバン出られている方なんですけども、意外な側面を視聴者の方ご覧になっていると思うんですが、今日はたっぷり時間をかけてですね、普段地上波では言えないようなことも含めてぜひご議論いただきたいというふうに思います。それでは早速議論に入っていきたいと思うんですけども、昨日5月の9日はロシアでは戦勝記念日ということで、プーチン大統領の演説と軍事パレードが行われました。まずプーチン大統領の演説についてどう受け止められたか皆さんにお聞きしたいと思うんですけども、これは高橋さんからいかがでしょうか。第二次世界大戦戦勝記念日という日の演説でありながら、1分ぐらいでその第二次世界大戦の話をやめて、でドンバス の戦いに切り替えていったと。だからその、ナチズムとの戦いと今の、彼らの言うところのウクライナのネオナチとの戦いというのも一直線に並べて、我々は今正義の戦争を戦っており、ロシアを守るための戦争をやっているんだということをとにかく強調する。だからこれが今ロシアの中で認識されているこの戦争 のストーリーなんだなということを確認する場ではありましたね。このネオナチっていうことを急に言い出した感があるんですけど、ロシアの中ではこのナチスあるいはネオナチっていうものが普段からこのプーチンが言い出す前から意識はされてたんですか。ネオナチというのはヨーロッパの中では冷戦が終わってからありますね。西ヨーロッパ中心にありますね。でただ2014年のクリミア併合も結構、ウクライナのネオナチ政権がいるからっていうことは言っていたので、ある種こうストーリーとしては一貫しているんだと思いますね。それはウクライナの例の政権が NATO 派の政権が立った頃から言い出されたことなんですか、小泉さん。特にあの時ですよね。で実際革命が起こって政権が倒れて暫定政権ができたので、かなり怪しげな人々が政権の中にも、それからその時に作られた自警団の中にもいたことはそうなんですよ。ただやっぱそれをロシアがものすごく拡大解釈して、もうこれはもうネオナチ政権であると。でネオナチがしかもロシア系住民を弾圧している、虐殺している、だから助けに行かなきゃいけないっていうロジックでまず2014年には一回攻め込んでるんですよね。で今月21日にドンバスっていう映画が公開されるんですけど、これはその時に実際ロシアに攻め込まれて親ロ派政権ができたドンバス地方がどういうふうになっちゃったかっていうことをそのウクライナ人の監督なんかが再現した映画でものすごくよくできてるんですけど、そういうのなんか見てもやっぱりこうロシア側とか親ロ派もそういうことを言うし、で現地の住民の人たちも相当それ信じちゃってたってところはあるんですよね。本当にとにかくもうネオナチなんだと、キエフの連中はファシストだと、だからその我々はそのネオナチと戦っているということがアイデンティティになっちゃった部分っていうのがその親ロ派の人たちにはあったんですよね。なるほど。でしかもやっぱりロシアにしてみればナチスというとんでもないことをやったそのユダヤ人みたいな一民族を丸ごと絶滅させようとするような連中を我々は倒したというところがロシア人のかなりこうなんていうんですかね、建国の理念点でもないんですけど、なるほど、今 のロシア連邦という国家 その存在意義をかなりの程度規定していたわけですよね。だから逆に言うとあいつはファシスト、あいつはナチと言っとけばある程度のことの大体何やっても許されるみたいな部分っていうのはロシアってあるわけです。なるほど。だから今回もプーチンも、2014年の時も今回もそれ言ったんでしょうけども、やっぱりそれをねずっと言ってるうちにこうだんだん自家中毒してきちゃったっていうところもある気がするんですよね。で自分でも何言ってるかあんまりよく分かんなくなっちゃってるんじゃないか、とまで言うとプーチンはアドリすぎかもしれませんが、やっぱりもう言い過ぎて言葉がインフレを起こしてしまって、あれもナチこれもナチっていう風になっちゃってる、なんかそんな感じするんですよね。なんかこれ不思議な感覚なんですけどね、この今は権威主義って言われている国々は
よっぽどナチっぽいと思うんですけど、国際社会から見ると。でもそういう中国も昔の日本っていうのを引きずり出せば何でも許されるような雰囲気がまだあったり、まあ、ロシアの今のナチズムの話とかもなんか非常にですね、なんかなんかひねくれてるっていうか、反対になってる感じがあると思うんですけど、東さんどうですかね、こういう状況が世界で起こるっていうのが我々に問いかけてるものっていうのは何なんですかね。またえらいでかいところから来ましたけど、ただ結局これ冷戦崩壊後世界的に何が起きてるかっていうと、今日そこまでそういう議論になるかどうかわからないですけど、各国が歴史っていうのを政治の道具として使おうとし始めたわけですね。でそれは別に今回のロシアだけではないんですよ。で例えばその今日僕はまあどちらかというとその人から嫌われる役割をね担いに来たんだと思うんですが、例えばその僕はウクライナに何回も行っていて、でそしてロシアとウクライナの関係について、まあ今回の戦争が始まる前から興味を持って接する立場にあったんですけれども、例えばウクライナでホロドモールとかもしくはステパン・バンデラっていうかつてソ連ではテロリストと言われていた活動家というのは英雄視されていく、でそういうプロセスというのは90年代や2000年代に、まあ、かなり人工的というか、まあ、人為的に、やっぱり行われているんですね。それはやっぱりウクライナが冷戦崩壊後確立する中でソ連の自分たちの国のアイデンティティを作らなければいけないので、歴史というものをもう一回捉え返し、自分たちが、まあ、ある意味正しい歴史っていうのを作ると、それはいろんな国がやってるわけですよ。でその今歴史それぞれの国の歴史を見る場合っていうのは、それぞれの国がそれぞれの歴史を自分たちの道具としてるんだっていう観点で見なければいけなくって、でそれはつまり例えばロシアだけが正しくない歴史をやってるとあんまり僕は思ってなくてですね、ロシアはもちろん正しくない歴史やってる、ただ実は世界中でそれ起きてるんですよね。で実は日本だってそういうことをやろうとしてる、歴史戦という言葉でね、はい、でだからまずそうやって歴史が政治の道具になってるっていう流れがあって、まあ、その中で例えば今回のプーチンの西欧からすると異様に見える歴史観が出てくる、であとその僕実はこれもあと言うとお前は進路かって言われちゃうと思うんだけど、もともと僕はアレクサンドル・ソレゼニーツィンっていう作家が好きでね、これはソ連時代の反体制作家なんですが、彼は反体制でソ連の体制を打倒するのにすごく大きな役割を果たした人なんだけど、晩年はロシアに帰ってもう完全な愛国主義者になるんですよ。でその彼の歴史観っていうのは実はプーチンにも大きな影響を与えていて、そして僕はソレゼニーツィンのエッセイとか結構読んでたんで、そうするとプーチンの歴史観すごいよくわかるわけ。なるほど。つまり例えばソレゼニーツィンの世界観でもロシアってまずベラルーシはウクライナと兄弟だし、それがこんな風になっちゃったのは共産主義者のせいで、でその間違いを正すのがロシアのもしくはスラブ世界 に最も正しいやり方なんだって、これソレゼニーツィンなんか言ってて、これもう 2,30 年前から言われてんですよ。だからプーチンの歴史観が今回突然ね、それこそプーチンがコロナで閉じこもってるんで頭おかしくなって出てきたって話ではなくて実はそのプーチンのような歴史観を持ってる人たちっていうのはいっぱいいたし、その中には有名な作家もいれば有名な思想家もいて、その土壌の中から出てくるっていうこと、ここの背景っていうのももう少しやっぱり日本人は知った方がいいんじゃないかなと思うんですね。なるほど。で、まあ、だから要約するとまず歴史ってもう今政治のツールになってるよってこと、そしてあと今回のプーチンのちょっとこう異様に見える歴史観っていうのにもかなり背景があったんだっていうことですよね。そこの2つは押さえておきたいかなっていうのは思います。ただそこ僕思うのは、まあ、みんな政治家っていろんな歴史観とかイデオロギーとか持ってると思うんですよ、はい、でそれ多分日本の政治家も頭パカッと開けてみたら、はい、結構いろんなもん入ってるはずなんですよね、はい、なんだけれども、まあ、大体みんなやっぱりそれ生のまんま行動しないじゃないですか、はいはいはい、その党内の関係とか連立相手がうんぬんとか近隣諸国がとか言って、まあある程度もうちょっとおとなしい感じの政策が出てくると思うんですよね。ところが今回の場合プーチンがそういう、その前から確かにプーチンがそういう歴史観とか世界観を持ってるってことはまあなんとなくみんな知ってたわけですけども、なんかそのまんま本当に行動しちゃってる、あれは何なんだろうっていう方が僕はショックだったんです。だからこれは多分ね、後半にも取り上げたいと思うんですけど、やっぱり長期政権っていうのの恐ろしさっていうのはあるのかなと思うんですが、ちょっと後でそれ言いたい。すみません、失礼しました。じゃあ広瀬さん、広瀬さんは今回のプーチンさんのこの演説どういうふうに捉えられましたか。そうですね、まず何らかの戦果をこう
アピールするということが絶対あるんじゃないかと思ってたんですけども、まあ、それがなかったというのが一つ、まあ、ちょっと意外でして、少なくともやっぱここまではやったんだみたいなところをこう見せることによって、その、まあ、今回の、まあ、戦勝記念日っていうのは、まあ、第二次世界大戦とこう今のウクライナ侵攻をこうアナロジーでこう結びつけて、非常にこう強調しているわけですけれども、その中でもここまでやったと、でこれからも頑張るみたいなところを見せていくのかと思いきや、そうではなく、逆に非常にこうなんていうんでしょう、受け身的といいますか、まあ、ロシアはまあやりたくなかったけれども、こう欧米にまあ、こう非常にこう攻撃されるような形で、もう仕方なく、まあ、この戦争、この、まあ、軍事行動をやっているのだということを切々と語ったようなところが非常に、まあ、印象的 でこういかにそのやはりロシアがこれまでこう蹂躙されてきたのか、そしてやはりその戦っているのはウクライナというよりもこう欧米であるというようなところをなんかこうにじませたような感じの演説として受け止めておりました。これはやっぱりロシアとウクライナっていうのは、まあ、やっぱり兄弟国でもあり、まあ、そのロシア人とウクライナ人の結婚なんかも普通にあるわけで、そういう意味であんまりウクライナがっていうことは自分にとっても得策ではないっていう判断があるんでしょうかね。それもあると思うんですよね。やはりロシア人の中にもやはりこう同胞であるウクライナ人とその喧嘩、戦争している状況っていうのはやはりこう好ましく思わない人っていうのも結構いるわけですけれども、その本来そのロシアと一緒にいるべきウクライナが、まあ、2014年以降こう西側の方に行ってしまって、そしてもうナチ化してしまったと。でそこをこう どうにかウクライナをこう引き戻していかなければいけない、もうやむを得ないこう戦争なんだっていうところをこうアピールすることによって、まあ、自己正当化っていうことも図れますし、まあ、そのウクライナと戦ってるけどもその背後に欧米がいるということで、まあ、国民の理解も得られやすいというところなのではないかというふうに思いました。はい、ありがとうございます。さあ、プーチンが演説したこの軍事パレードですけれども、さまざまな兵器が出てきましたね。ここは小泉さんにご解説をお願いしたいと思います。そうなんですよね。まあ、ロシアって、ね、毎年軍事パレードする国なんですよ。なかなかこういう国ってないと思うんですよね。これ今映ってるのは赤の広場で、後ろに映ってるのはグム百貨店って豪華デパートなんですけども、その前を走ってるのがなんとね T34 の8号、まあ、早くもコメント欄ではみんな一瞬に特定してますけどこの、わざわざ85ミリっていう、そうそう T34 にこの85ミリ砲を積んだという、つまり対戦中の戦車なんですよね。第二次大戦中、第二次大戦中にこれでドイツのティーガーと殴り合うために作った戦車をこう永遠とですね、古いやつレストアして、今年は1両しか出ませんでしたけど、年によってはこれ10両ぐらい走ったりとかで、しかもこれと一緒にさらには対戦中の別 の SU-100 っていう自走砲も走らせたりとかですね、なんか年によってはなんかこれもう対戦中の戦車の方が多いんじゃないのみたいなパレードをする年もあるんですよ、ね、それは退役軍人の方に配慮してその古いのを引っ張り出してきてる、そうですっていうことですよね。で実際私こういうのをレストアしてる郊外の工場とか行ったことあるんですけど、もう本当になんか古いやつをですね全部一からばらして、きれいに錆を落としてない部品は作ってペンキきれいにして、で動くようにして、でだからもうこの77年前に終わった戦争の戦車がまだ本当にこれ本物なんですよ、レプリカじゃなくて、うん、エンジンも変えてないの？エンジンはねばらしてたから変えてないんじゃないかと思うんですよね。でまたね動くらしいんですわこのエンジンは油さえさして錆落としてやれば、というこの逆に電子部品とか一切ない時代だから、まあってことですよね。だから本当にこう点火プラグぐらい持てば動くには動くんでしょうね。なるほど。でもやっぱそういうものをこれしかもこいつがね戦闘を切るんですよ。こいつがまず戦闘を切った後に現役のロシア軍の戦車とかが出てきて、で最後ICBM で締めるという、移動式 ICBM で締めるんですよね。あるかな、17番かな、17番。 あの猫みたいなイラスト何ですか？どこに？そう、あのゆるキャラずっと気になってる。ゆるキャラがどこ、いや、後頭側面です。後頭側面、後頭側面っていうのはかっこいいな後頭側面ですよ。ちょっとさっきのに戻ってくる、さっき1番見せてもらいましょうか。1番に猫いた、一番、いや猫みたいな、いや猫じゃないのかもしれない。だから猫っぽいキャラクターに見える、猫っぽいキャラクターが左側、本当だ。
なんだろう、ね、なんかわかんないですけど、いますね、確かに。そう、にゃーん。じゃあ、レゴンの隣にあるわけです。いますね、これはちょっと日本の文化の香りがしますね。ちょっとそんな感じ。猫じゃないんじゃない、これ旗じゃない。あ、旗、何かの回ってきた旗が猫に見えちゃってるんだ、ね、そう、猫に見えるけど、多分あの旗はあのベルリンに突入した第150師団の旗の周りに何かあるのが、結果的ににゃーんみたく見えちゃってる。やっぱ猫じゃなかった、ね、そりゃそうですよね。まあ、だからやっぱなんていうんですかね、こういうそのあの軍事パレードをするにしても、あの現役の軍事力を誇示する、例えば中国の10年に1回の大越兵ってそうですよね、うんうんうん、最新兵器ピッカピカの出てきて、うんうん、こんな古臭い兵器出てこないわけですよ。でロシアの場合はまずこいつが出てきて、うん、我々はその77年前に正しい戦争をやったのだと、偉大な勝利を得たのだという話をしてから、うん、やっと今の話に入ってくる、うん、なるほど。これはそのプーチンのさっきの演説もそうなんですよ、うんうん、やっぱりその過去と現在が非常に結びついているから、やっぱさっき の, その歴史戦みたいな話にもなってくるし、まあ、その歴史戦を裏付ける物理的なハードウェアとしてこういうものを一生懸命古い戦車をレストアしてるんですよね。その文字通りそのロシアの大地をナチスドイツから守りきった戦車で、多分日本人のイメージで言うとゼロ戦に近い、なるほど。それぐらいの兵器がここに出てきて、うん、でナチスに勝ったのは このおかげだと、で我々は これからもネオナチと戦うんだっていう、うん、あのストーリーとして今年のこの T34 というのはすごく重みがあったと思うんですよね。なるほどね。あのちょうどネットフリックスかなんかで T34 って映画見たんですけど、あれは特別な考えを持ってロシア人は見てるわけですね。そうですね。あの一台、うん、あのシミュレーションに借り出されて捕虜になった T34 の戦車がナチスと戦って一台で戦うっていう映画なんです、ね、あれ確か監督の名前忘れましたが、結構その国策映画を作る、うん、結構国家的にバックアップされてる、ね、あの監督なはずですね。だからいかにもお金かかった感じでしたよね、うん、すごく、ね、大変お金かかってる映画ですね、うん、なるほど、うん、だからまあこういう古いのが出てくるかと思うと、でなんだけど、まあ当然これみんな現役のロシア軍が後出てくるわけですよ、はい、で例えばですけど、この12番とかって出ますかね、12番とか13番あたり、これあのロシア軍の空挺歩兵戦闘車、うんうん、これあのパラシュートで輸送機から落ちてくるんですよ、はい、であの前のところにあの黄色いマーク入ってますけど、はい、あれが空挺軍のマークなんですよね、はいはいはい、であのアナウンス聞いてみると、この部隊は本当にあのドンバスで戦ってる部隊が一部パレードのために帰ってきて出てるっていう、そういう連中ですね。だから兵器も現役だし、あの乗っかってる兵隊さんたちも本当に戦場帰りの人たちみたいのがだから出てくる。だからその昔戦場で戦った戦車と今戦ってる兵隊さんとか戦闘車両が一緒にパレードをしていて、これ、ね、うん、広瀬さん、これやっぱりロシアっていうのはそういうその軍事とかこの対戦とかのこの歴史を今の現在の政治にも引きずっていって来てるっていうのが、ソ連の時、ソ連が終わっても変わってないってことなんでしょうか。それはもう間違いないと思いますね。で、まあ、この、まあ、思い出というのはやはりその旧ソ連全体にあの、まあ、引っかかってくるもので、旧ソ連の人々を、まあ、一つにするためにも、まあ、この戦勝記念日というのはこうみんなで祝えるものであったりするわけなんですよ。で、まあ、今映っているこう戦車のところの横にあるあの黒とオレンジ色 の, こうあのストライプの、まあ、ゲオルギーリボンというのがあるんですけども、はい、まあ、それがまあ近年この第二次大戦の記念日を象徴するシンボルとなっていて、で今回 の, そのウクライナ侵攻でもこのリボンを使って Z をイメージしたりとかして、まあ、まさにこの今回の戦闘でもこのゲオルギーリボンを使ってくることによって、まあ、戦勝記念日の前から、まあ、この第二次世界大戦と今回の侵攻をこう結びつけてきたという要素があるわけなんですけども、うん、でこのゲオルギーリボンについては、あの本来であればこの戦勝記念日に、まあ、旧ソ連の国々が全部で、まあ、これを使ってお祝いするということをロシアとしては目指したいわけなんですけども、あの、まあ、近年その特に中央アジアの国々などがこのゲオルギーリボンを使わなくなってきていて、やはりそのそれぞれの国で戦勝記念日は祝うけれども、こうソ連としての連帯をちょっとこう避けるような傾向が見えてきてたりもしまして、まあ、そこがですね、こう政治の見解でもあり、でもロシアとしてはこう政治をこ うまくこうリンクして使っていきたいというところだと思いますね。なるほど。
さあ、ベラルーシのルカシェンコ大統領がこの作戦がこんなに長引くとは思っていなかったというふうに AP 通信のインタビューに答えてらっしゃるんですけども、高橋さん、実際のところ戦況、今の戦況をご説明願ってよろしいでしょうか。はいはいはい、図は出ますか。地図出ますかね。はいはい、まあ、広く知られている通り、そのロシアの第二次攻勢がその先月18日に始まって、でその目的というのはこの右側にあるその、まあ、この地図だと白ですね、白い部分がちょっと突き出ているわけです、まあ、いわゆるドンバス地方ですけれども、そのドンバス地方でウクライナがその、まあ、突き出た部分をまだ維持していて、まあ、その突き出た部分を切り取るという、南北から攻めて切り取るというのが、まあ、今のロシアの作戦であると、うん、でところがおそらくウクライナがそれを予測して、特に南からの侵攻ですね、南から地図映ってるかもしれない、ヘルソンですかね、いや失礼、北ですね、はい、ハリコフ、ハルキウから南イジュームに向かって攻めるルートをおそらく予測して、その部分について増援をかなり早めに送っていたと。で、ロシア側はそのキーウを攻略していた部隊を東に動かして、うん、そこの攻撃を行ったんですけど、うん、まあ、まだ補充もおそらく十分でない状況で攻勢を仕掛けたということもあり、そこの戦いで十分前進できなかった。このチュグコフって書いてあるところですかね。そうですね、ハリコフ の地図では東側にある、はい、ここに赤い線がロシア軍の線がありますけど、はい、これがあまりうまくいっていない、はい、でそこで食い止めている間にまたハリコフの北側からですね、ウクライナが反撃に転じて、その今言うそのイジューム、その今申し上げた部隊の後方を攻撃したと、うん、でその結果補給線が切られつつあって、でその今申し上げたような部隊が今度は逆にウクライナ軍に包囲撃破される可能性が出てきたと、うん、でおそらくロシア側は西のルハンシクからの攻勢をかけてその部隊を何とか救い出そうとしているように見えるんですけれども、うん、まあ、そういう今戦いが行われて、これここ何週間かこの絵がほとんど変わってないんですよ、ね、はい、そうですね、この赤いロシアが、はい、いる地域があんまり変わっていないっていうのはもう完全に膠着していると見ていいんでしょうか。いや細かく見ると結構いろんな集落を取ったり取られたりしているので、うんうん、はい、一進一退ですね。あと東側のルハンシク州から真西に進んでいる攻撃は多少進んできているので、なるほど、まあ、その辺は多分ウクライナはある程度戦術的に後退しているんだと思うんですけれども、うんうん、ただいずれにしてもロシア側としてはその期待したような戦果は上げられてはいないというのが今の現状ですね。これ西側の武器はもうかなりこの東部戦線にまで届いている、届いていると思います。私最初にそのキーウからロシアが撤退した時にウクライナのオプションとして、その段階でハルキウからハリコフから反攻するオプションあると思っていたんですが、うん、それをやらないでその南の守りを固める方向に行ったんですよね。なるほど。で、守っている間に、まあ、月末ぐらいからそのハリコフからの反撃があったと、うん、でこれ時系列を追っていくとおそらくポーランドからの戦車を含む200両の戦車を含む西側の援助物資がちょうど入ってきて、それが戦力化できたと。なるほど。でその戦力を使ってハリコフ周辺から反撃しているようないうふうに思われます。なるほど、はい、だから間に合ったんだと思いますね。なるほど、はい。さあ、ではここからはですね、ハイブリッド戦争というものをテーマに取り上げていきたいと思います。広瀬さんはハイブリッド戦争、ロシアの新しい国家戦略という本でも書かれてますが、今の新しい戦争は戦うのは軍隊だけじゃないっていうことですね。そうですね、もう本当に多様な主体がこう戦っているというような状況がありまして、まあ、これは軍事ではないというようなところもこう全てこうハイブリッド戦争の一部としてまあ位置づけられているのが現状だと思います。オリガルヒが不審な死を遂げたりとかですね、はいはい、そういったことも含めてハイブリッドなんでしょうかね。まあ、ハイブリッド戦争というのはもう定義が確立していないんですね、うん、でいろんな人がいろんな定義を持っていて、でなのでこう人によってはもうハイブリッド戦争に位置づけられることが
他の人には位置づけられないということがあるので、誰がどう見るかによっても変わってくるんですけれども、まあ、最近は本当にありとあらゆることがもうハイブリッド戦争に位置づけられてしまっていて、まあ、例えばこう NATO っていうのはまあ軍事組織ですけれども、まあ、NATO が定義しているハイブリッド戦争ですらものすごく広いんですね。で、例えばコロナの時期 あのロシアによるこうマスク外交とか、そしてワクチン外交なんかも NATO はハイブリッド戦争だというふうに言ってますし、まあ、去年そのベラルーシがこう難民をこうポーランドとかリトアニアにこう送り込むっていうようなことをやったわけですけれども、まあ、そういう難民危機もまあ NATO からするとハイブリッド戦争だということになってくるわけなんです。なので誰がどう見るかによってハイブリッド戦争の広さっていうのはもう無限に広がってくると思います。まあ、総力戦っていうことですね。これは日本も防衛、まあ、防衛省を主語にしちゃいけないんですけど、でも日本もそういうことは研究は進めているんですか？アジアではグレーゾーンということの方が多いです。おそらく基本的には似たようなもので、私もその2008年ぐらいに NATO がそのハイブリッド脅威へのワークショップっていうのをやってた時期に、まあ、続けて参加していて、まあ、そういう理由は私こっちでグレーゾーンやってたからなんですけど、まあ、サブスレッショルドっていうんですけど、こう敷居の下、その武力行使の敷居の下で現状を変えようとするものを、まあ、向こうではハイブリッドといい、こっちではグレーゾーンと呼ぶっていう形の違いがあります。ただグレーゾーンって文字通り灰色なんですよ。でハイブリッド戦ってハイブリッドウォーフェアって戦いが入ってるんですよね。だからその分向こうの方が意味合いとしては広い、あるいは深いっていうのはありますね。まあ、より軍事行動に近い。そうですね、軍事行動を意識した言葉の使い方で、グレーゾーンというと、はい、例えば経済制裁とかそういうのも含めて、まあ、海上保安庁とか警察の役割すごく大きいですよね。なるほど。このハイブリッド戦争のメリットっていうのは何なんでしょうかね、広瀬さん。はい、まあ、いろんなところがあると思うんですけど、一番大きいところはやはり低コストでできるということですね。で低コストで行えるんだけれども意外と効果が大きくて相手に対するダメージが大きいと。でそうなってくると、まあ、非常にこう軍事費が特に限定されているロシアなどにとっては、まあ、非常にまあ助かるというか、あまりお金を使わずに相手にまずダメージを与えられる、そして効果大きくて、でしかしあんまりやったっていう証拠も残りづらいっていうメリットがあるわけです。なるほど。ここでちょっと軍事費の資料があるんですかね、ちょっと見てみたいと思うんですけども、これ見るともうロシアってもうアメリカの10分の1以下なんですね、軍事費。そうなんですよ。なんかお金ないからハイブリッドを始めたっていうところもあるんですかね、小泉さん。本当ですね。まずこれに関して申し上げると、ロシアは今これ660億ドル出していて、これで GDP の 4-5% に相当するんですよね。もともと GDP のパイちっちゃいんで、精一杯出してようやく世界5位ぐらいの国防費にしかならないというのがまずロシアの現実です。ただロシアの場合、まず兵隊の半分ぐらいは徴兵ですし、それからいろんな兵器をなんだかんだ言って国産できているので、実はこの国防費の絶対額では測りきれない部分っていうのはあるんですよね。 なので今日高橋先生がミリタリーバランスっていうこの権威あるイギリスの ISS が出している各国のこの軍事力のデータを集めた本をお持ちになってますけど、ほらこの中にあれがあるじゃないですか、データ編のところにインフォグラフィックスで各国の国防費を円グラフにしているところあるじゃないですか。であそこ見るとですね、ロシアと中国だけちょっとね面白い表記の仕方してるんですよ。これいいのかな作権的に分かんないですけどロシアと中国だけ周りにこう点線が映ってるのが分かりますよね。はいはいはい。つまり本来の購買力でいうと中ロだけはもっと実はもっと大きくなるよと。なるほど。で絶対額に比べて実は使い勝手があるのよという話をしてます。でなるほど。もう一個は、なのでそのロシアの軍事力ってなかなかこうなんていうんですかね、お行儀の良いデータだけからは分かんない部分がありますよって話が一つと、もう一個はそのハイブリッド戦争って言葉はさっき確かに広瀬先生とかおっしゃったようになかなか簡単に定義しづらいんですけど、私もともとこのハイブリッドスレッドとかハイブリッドウォーフェアって言葉を、まあ、定着させたのって海兵隊のフランク・ホフマンですよね。で彼が言ってる最初のの議論にきちんと立ち戻ると意外と分かるんじゃないかと思ってて、で私なりにこのホフマン の議論をまとめると、闘争の勝敗が戦場の中だけで決まらない場合があると。
それがハイブリッドウォーフェアだって言ってると思うんです。なるほど。でだから例えばその戦場の中では戦ってるんだけども、まあ、昔の戦争だったらそれでこう暴力で勝った方が勝つわけですよ、うん、だけどそうじゃなくて例えばじゃあイスラエルがヒズボラをボコボコにしてるんだけども、うん、それを見たこのアラブの民がめちゃくちゃ怒って、うん、イスラエル帰れ、うん、でアメリカでも世論が高まるみたいな風になると、うん、イスラエルは戦争続けられなくなる、うん、そういう状況がハイブリッドウォーフェアなんだっていうふうにホフマンは言ってるんです、ね、なるほど。とするとあのハイブリッドっていうのは結果なんですよね。戦い方の結果としてメディアも入ってくる、 NGO も入ってくる、非国家主体も入ってくる、だからハイブリッドなんだという考え方をすると。でなのであのその必ずしもグレーゾーンではないかもしれないし、必ずしも非軍事ではないかもしれないし、あのそういうその根っこのところから考えていくと意外と違うハイブリッド戦争像って見えるんだと思うんですよね。なるほど。でもちょっと最近の情勢を見て素人目に見るとですね、あの以前キーウの周辺にロシア軍が入ってきている時はまさにウクライナ側はもうハイブリッドで抵抗してたっていうか、あの被害の状況をどんどん発信してですね、うん、今この東部戦線の話ってあんまり戦場の映像とか出てこないじゃないですか。これは何を意味しているんでしょうかね。あのこの戦争の一つの特徴というか、あるいは我々が米軍の戦争に慣らされてしまっているからか、うん、とにかくウクライナの情報が出てこないんですよ、うん、そのウクライナ軍の例えば損害も全く出てこないですし、うんうんうん、ウクライナ側が戦っている映像も非常にごく一部のドローンから撮ったような映像しか出てこない、うん、そうですね。で、この辺がやっぱり非常によくコントロール情報がコントロールされている。例えばそのウクライナが黙っているのは当然なんですけど、アメリカやイギリスもロシアのことはペラペラ喋るのに、あのウクライナのこと一切喋らないわけですそうなんですよ。で、だからそれだけそのウクライナ軍の状況の情報を統制しているからこそウクライナ軍がどう戦っているかという映像さえ出てこな こない今のドンバスの戦いでも、うん、だからその今すでに激戦始まっているんですけれども、うん、その激戦のイメージがなかなか取れないんですよね、うん、そうですね。だこれが湾岸戦争以降 のアメリカの戦争にちょっと慣れてきた我々から見ると、うん、ちょっとこうなんていうの、見えない感じがすごくするっていうところの違いですね、うん、ということはこれハイブリッド戦争を得意なはずのロシアが今はハイブリッド戦争でちょっと負けてるっていうようなところもあるんですかね、広瀬さん。確かにですね、今回特にその非軍事の部分については、まあ、ウクライナの圧勝とも言えるような状況がありまして、2014年のクリミア併合っていうのは実はロシアがそのハイブリッド戦争を最もこう華やかに成功させた事例というふうに言えると思うんですけれども、なるほど。あのその反省というのがすごくウクライナにはあって、うん、やはりこうああいう状況じゃダメだよねっていうことで、やはりあの NATO の、 あの水準に近づけるべく、まあ、NATO との協力、そしてあのイギリス、そしてアメリカなどの軍 の、 あの訓練などを受けて、あのまず軍隊をすごく強化していったということもありましたし、そして、まあ、あのいろんな軍事装備品というのの近代化というのもやりましたし、また常にその電気と電波を絶やしてはいけないということを、うん、あの常にこう肝に銘じてやってきたんですね、うん、やっぱり電気がなくなると国民不安になりますし、情報も浸透できないと。で今やっている展開しているその情報戦というのもやっぱ電気がないとまあ絶対無理なんですよね。でかつ電波っていうのも重要 で電波がなければ SNS の発信ができない、国民にも、国際的にもアピールができないですし、またそれを使えることで国民も国際的なアピールもできると。なのであの今回はまあイーロン・マスクに頼んでスターリンクを使って、うん、あのまあ非常に強いネット環境ではないんですけれども、比較的安定したネット環境を常に維持できるというようなところを使い、そしてさらにその、 あのインターネット情報を軍事にも利用して、軍事でもこう割と優勢に運べるようなところにまで持っていったというところでは、まあ、ウクライナは2014年の、まあ、反省をことごとく、まあ、生かして、でそして他方でその、まあ、あのネットをあの利用して、まあ、国民がですねこうあのサイバー軍などでこう招集されるような形で、そしてまあ世界の人もこうウクライナにこう協力するような形でこうロシアにこうどんどんと対抗していったと。でそれがまあ非常に国際的にもあのサポートを受けて、まあウクライナの今のこう非軍事的な部分の圧倒的優勢につながっているというふうに思います。となるとね、これあのやっぱりウクライナが学んだことをフルに生かして今ロシアを止めている、
その一つの要素にやっぱりゼレンスキーさんっていうののこの個性っていうかですね、この喋りがうまいとか、はい、そういうアピールがうまいっていうことも含めてこれがものすごく大きく影響してると思うんですけど、東さん、このゼレンスキー、実はこのロシアが攻めてくる前は支持率も実は高くないんですよね。そうですね、まあ、そこら辺はもう結構報道とかで知られていることだと思いますが、もともとゼレンスキーって役者 で国民のしもべっていうドラマでウクライナ中でヒットになって、でそこで大統領役をやっていて、でその国民としもべってドラマの名前がそのまま透明になって、うん、で大統領選でほとんどダークホースのように出て、あるいはあるいはという間に勝ってしまったと、うん、で勝ってしまった後はむしろ彼はロシア系の住民でもあるし、ロシアとはむしろ仲良かったです。仲良かったというか、多少交渉してた人だったので、その今のようなロシアは絶対許さないという態度とは違う立場ですよね、うん、でそれで逆にこう支持率も低迷したりも、他にもいろいろあって低迷したりしてたのが今回の戦争で、突然バーンと絶対的な支持を獲得したということなんだと思うんですが、やっぱりこう状況が人を作るということで、今回のゼレンスキーというのはこれすごい存在になっていると思うんですね。つまり20世紀前半の世界史を変えている人間のうちの一人になっていると思います、うん、ただこれまた僕はもう人々に嫌われるのを覚悟で言いますけれども、僕はゼレンスキー の, 戦略というのを、そんなに手放しでこれはすごいすごいという気にはならないと、うん、でなんでかというと、おそらくこれから多くの国がこのゼレンスキーを真似ると、うん、でその時に今回のゼレンスキーがやったことっていうのはある意味今回ウクライナがそういう状況に置かれているのでしょうがないんですが、まずつまりもう外交的な回路とかをすっ飛ばして全世界の国民、全世界の人々にも直接訴えかけるやり方ですね。でしかも感情的に、うん、でそしてしかもやり方としては言葉と同時に映像ですよね、うん、で本当にまさに YouTube 時代 TikTok 時代のこう感情動かすポピュリズムの戦略そのもの、それをそのままなんか戦争に持ち込んできたと思うんですね。でもちろんこれ多分ゼレンスキーがやらなくても不可避だったと思うんですよ、うん、どこかでそうなった。ただ今回、ゼレンスキーがそれを大々的にやったことで、これからどこの国もまたおそらくテロ組織とかそういうところも全部このゼレンスキーのやり方を 学ぶと思うんですね、うんうん、でそうするとやっぱりすごく僕なんかやっぱ素人的に思うのはすごくやっぱ外交関係とか政治関係っていうのが不安定になるだろうと。つまり例えば国民の意思を固めて国家の代表として他の国と喋るのではなくて、もういきなりダイレクトに相手の国が分かる言葉で話しかけてしまう、うんうん、で、だからある意味でそれもハイブリッド戦争のやり方なんだと思いますが、そうするともう日常的なメディアのあり方、例えば今だったらば、例えば日本と韓国仲が悪い、日本と中国いろいろ揉めてると言っても、とりあえずは日本は日本に向け、日本は日本の国民に向けて、韓国の大統領は韓国の国民に向けてで話すわけですよね。でもそれがいきなり韓国の大統領がすごく流暢な日本語で日本の国民に向かって話しかけ、しかもその時にまあ、なんて言うんだろうな、さまざまな文化リソースを使ってくる、うん、っていうようなことをやられる、それをみんな相互にやるようになっていった時に世界どうなっちゃうのかと。で21世紀ってことを考えると多分そういう方向に向かっていき、なんかそれの第一歩として今ゼレンスキーのキャンペーンを見てるのかなっていう気は僕はしてるんです。これは今回の戦争の話とちょっと違う話になっちゃうんですけど、でもこの戦争を契機に一気に角度が変わったっていうのは今東さんのご指摘の通りだと思うんですが、高橋さんなんでさらにそれがディープフェイクも交えて、そのフェイクのメッセージも来たりする可能性があるんですけど、もう一つね、そのプロセスで結構重要な実はパワーがあって、それがプラットフォーマーのパワーですね、つまり今回ロシアのプロパガンダはそのツイッターであったりフェイスブックであったり YouTube から遮断されているわけですよ。で、ところがテレグラムと TikTok で生きている。でとりわけその中国がそのロシアのプロパガンダを TikTok 経由で発信しているんですよね。で多分同じことはこれからの戦争でも起こりうる、つまり語りかけるつもりが結局そのプラットフォーマーが遮断しちゃうと語りかけられなくなる、だからそのなんだろう、グローバル IT 産業のパワーっていうものがこの実は戦争におけるその情報発信にもすごく影響してくる、そのことに関して言えば、これあんまりみんな言いませんけど、僕今回やっぱイーロン・マスクがスターリンクを提供したのと、イーロン・マスクがツイッター買収したのがほとんど同時期に来てるっていうことの意味はやっぱりすごく大きいと思いますね。だからそのグローバルプラットフォームを握ってる人間、まさにもうスターリンクってインフラとツイッターというプラットフォームを握っていると、結局どこの国が情報発信できるか自体がコントロールできてしまう、じゃあこれコントロールするのは誰かっていう議論がおそらくないと、結局そのすごく素朴にキャンペーンやってるところが偉いって話になって、
まあ、それでいいのかっていうことが、まあ、出てきますよね。まあ、ただそれはこの次のステージの話だと思いますが、ただ今後の、まあ、このロシアとウクライナの戦争を長引いたとしてもどこかで終わる、もしくは他の国で似たような戦争が起きたときに多分こういうケースっていうのがこれから増えてくる、そのことっていうのも私たち考えていかなきゃいけないなと、そうですね、うん、やっぱり思ってますね。あともう一個は、例えばそのイーロン・マスクがじゃあもうその具体的なインフラ握りました、プラットフォーム握りました、うん、これがもう絶対的強みですっていうと、うん、絶対中国は同じことをしようとすると思うんですよ、うん、でロシアでさえやっぱりアメリカにインターネット握られてるの気持ち悪いって思ったし、うん、国際送金網もスイフト握られてるの嫌だなって思ったら実際今回排除されたわけですよね、うん、でそうするとそのなんていうんですかね、短期的にプラットフォームとインフラ握るの強いってなってもどこかでもじゃあもう自前で持ってるのは強いやって言ってブロック化していくということも長期的には僕は考えられるんじゃないかな、うん、考えられると思います、ね、いやだから今回やっぱり中国の戦略は正しかったっていうのを証明しちゃったんですね、うん、あの Google とか Facebook とかああいうのを全部締め出して、うん、Twitter も締め出して、うん、中国は中国の独自のものを持っていることが実は抑止力になったり、うんうん、あるいは戦力になったり、そうそう、特に今回 のハイブリッド戦においてはまあ、まあ強いですよね、強いと、はい、しかもそれをできる国は多分ほとんど世の中にないので、うん、そうなんですね、結局アメリカの覚えが明確ない国は中国の方に寄ってくるっていう効果があるわけなんで、うんうん、やっぱりできるんだったらやった方が、ね、だからこれ門川頑張れみたいなんですけど、そうでもね、ニコ生頑張れみたいな日本を期待しますただこの中国はですね、このロシアの動きっていうのをものすごく見てると思うんですけど、広瀬さん、中国の動きってどういうふうにご覧になってますか。はい、まあ、でも今回は、まあ、もちろんその中国すごくロシアを見ているのは間違いないんですけれども、ロシアの動きを中国がサポートしているかというとそうではなくてですね、うんうん、はい、こう中国は結構難しい局面に今あって、うん、はい、こうアメリカとの対抗という意味ではこうロシアと協調していかなければいけないわけなんですけれども、うん、かといってこうロシアと共同歩調を取ることによってこう欧米から、まあ、ロシアの仲間みたいに見られて、うん、こう制裁のなんかとばっちりを受けるというのは避けたいわけなんですよね、うんうん、なのでこういかにこうロシアと適度な距離を置きつつでもこうアメリカなど あの提示している価値観にはこう反対して、でそこではこうロシアと共闘していくというような非常にこう微妙な立場を今取っていると思います、うん、あの僕は個人的にこの中国がですね、今度のこの習近平 この任期を延ばすという決議をが控えてるわけですよね、これ秋に、はいはい、でこれに対してこれはもうそういう流れになってるっていうのをみんなが見てたわけなんですが、その中国の指導者の中でもさすがにやっぱり長期戦でまずいんじゃないかっていう見方をする人たちが出てきてるんじゃないかというふうに思うんですね。っていうのはやっぱりプーチンがなんでここまでになっちゃったかっていうのがやっぱり長いからっていうのが、まあ、先ほどちょっと遮ってしまったんですけど、うん、長いからずれてきたっていうところは間違いなくあると思うんですよ。先ほどのナチズムの話もですね、うん、ネオナチの話も小泉さんが言ってるネオナチの話もずっとそればっかり言っててもうなんか20年もやってたら本当になんかそれ信じちゃったみたいなところあると思うんですね。だから中国がやっぱり習近平の3期目っていうのを例外的に認めてくるのかどうかになんか暗雲が来てるんじゃないかという、うん、まあ希望的観測を僕なんか持っちゃうんですけど、いかがですかね、小泉さん。いや、まあと思うんですよね。やっぱりこれまで中国って権威主義国家でありながら非常にダイナミックに経済発展してで科学技術力もバンバン伸ばしてきて、うん、すごいというふうになったわけですけど、やっぱりこれで習近平3期目入っちゃうとそのダイナミズムを失うんじゃないかという気持ちを、まあ、懸念というか、まあ、もしかするとという一種の期待も持って見てる人もいると思うんですよね、うんうんうん、でだけどじゃあそこで今中国が、私中国の専門家では全くないですけど、ついさここ来る前別のところで中国の専門家と話したんですけど、やっぱりもう今習近平さん頭の中は3期目しかないと、でもとにかくどんな手を使ってもいいからコロナを抑え込んだことにして3期目固めることばっかり考えてるみたいだし、結構その重鎮たちも今回で引退になるしということで、うん、なんとなく私はね、この習近平プーチン化みたいな感じちょっとするんですよね。だってプーチンだってかつては
ものすごくはつらつとした若いリーダーだと思われてたわけです。そうです、そうです。その前のエリツィンが太ってて酔っ払いで女好き でいやこれは、ね、あのコルジャコフっていうエリツィン のボディーガードだったやつが全部暴露本出してるんですけど、エリツィンは割とこう冴えないおばさんとかが好きその自分のタイピストのおばさんとかに手出してるらしいんですけど、でそれでしかもこの病弱でというようなエリツィンの代わりにシュッとした KGB での酒物飲まない、タバコ吸わないってプーチンが出てきて、でやっぱりこの同じ KGB の若くて有能な仲間たちを連れてきてクレムリンに乗り込んできた時に、本当に国民はなんか頼れるかもって思ったわけですよね。で経済バンバン伸びていくし、なんかロシア軍もどんどんなんか強くなってるらしいしとかっていうのがあったけど、やっぱり四半世紀やってるうちに権力っていうのは腐敗していくし、本人も猛獄していくわけですよね。そして今ここで習近平が辞められたら本当に目いくんだと思うけど、果たしてそういう度量があるかどうかっていうと、あんまそういう感じはしないですよね。これ世界全体で見るとですね、今回フィリピンでマルコス大統領の息子が当選し、その副大統領はドゥアルテの娘だとかや、なんか非常にポピュリズムが戦争起こってないところでももうどんどんポピュリズムに流れていってる感じがしていて、そういう世界においてはですね、こういうハイブリッド戦争もにもやられやすい環境になっていくんじゃないかなと思うんですね。で特に2016年のアメリカ大統領選挙っていうのが、ロシアがかなりいろんな形で介入したって言われてますけども、この辺のロシアゲート事件っていうのはこれからもますます世界中で起こっていくような感覚なんでしょうか、広瀬さん。そうですね、結構ロシアゲートっていうのはやっぱり世界にこう残したインパクトっていうのは非常に大きいわけなんですけれども、実はこうロシアがやったことっていうのはそれほど大きくはなくて、究極的にはトランプの選挙戦が成功したっていうのがとどのつまりであるはあるんですけれども、しかしロシアがやったことがこうあまりにこうインパクトが強かったので、こうまるでなんかこうトランプを当選させたのはロシアであるみたいなこう印象ができちゃったっていうのは、むしろそのロシアはこのいわゆるハイブリッド戦で成功したと、つまり非常に少ないコスト でアメリカっていうような大国の政治すらこうロシアは影響力を及ぼせるんだというような印象を持たせたということが非常に成功だったんだというような議論も結構あるぐらいでして、やっぱりこういうことっていうのは、今後もですね起こってくる可能性はあります。で実際にいろんな選挙のたびに、特にこう欧米などこの言葉が割とその、ヨーロッパ系統の言葉のところではこうロシアのこういろんな介入というのがたびたび見られていますし、またそのヨーロッパ諸国も何か選挙などがあるたんびにこうロシアの介入というのは非常に警戒して見ているというところが、あるわけ でそういうところがですね、仮にこう選挙に結果を及ぼせなかったとしても、ロシアがいろんなことをできるんだと思わせている、それだけでもロシアにとっては政治的に一つのこうメリットを得ているということが言えると思いますね。なるほど。ただ一方で今回ウクライナのこのウクライナ戦争っていう言い方しますけど、この戦争においてはかなりのロシア軍の情報がこう流通していて、今まではロシアが結構アメリカの選挙で介入したりなんか情報戦仕掛けてるっていうようなイメージあったんですけど、今回の戦争に関して言うとロシア結構メタメタにこの情報戦やられちゃってる感じがするんですけど、これどこからアメリカはこういう情報を仕入れてくる、どういうネットワークがあるんですかね、高橋さん。例えば少し前の INF 条約がなくなった時にロシアがその条約を破って密かにミサイルを開発してたんですけど、その情報源未だに分かんないんですよ。で未だに分かんないんですけど、やってたのは確かなんですね。で、今回もそのアメリカはロシアをウクライナに侵攻するとかなり早い段階で確信していたと、ただそのソースが何かは未だに明らかにされてない、当たり前ですけど、ということを考えると多分相当ディープでその明かすことがいろいろな危険を伴うような情報源がロシアにある可能性というのはある。それはサイバーかもしれないし人間かもしれませんけれど、でそういう状態であるということですよね。そうでないとここまで情報が当たることはないので、かなりのこうなんていうんですかね、浸透しているということだと思いますね。なるほど、あとやっぱりこのロシアの中でもその
今やってることこれでいいのかっていう疑念を持ってる、表明はしないけど疑念を持ってる協力者っていうのがいるのかもしれない、ね、かもしれませんね。特にその今回の戦争について言えばロシアは嘘をつかなきゃいけない、うん、だからウクライナがその情報戦で優位に立ってるのは嘘をつかなくていいからですから。そうですね、攻められてる、嘘をつかなきゃいけない情報戦ってすごく辛いわけですよ、うん、だからその辺はやっぱりあるような気がしますね、うん、なるほど、はい、さあではここでですねユーザーの質問をちょっとご紹介したいと思うんですけども、30代男性の方です。はじめまして。先生方のメディアの露出が増えるにつれてウクライナ情勢にも興味を持ち日々勉強させてもらってます。もしもロシアが総動員または戦況を有利に進め東部の多くの地域をロシアに併合したり傀儡の国を建てたとしても、つまりこのウクライナの半分ぐらいをこうロシアが占領したとしても NATO の介入って絶対にないんでしょうかという質問です。小泉さん、うん、どうですかね、まあ、まずおそらくこの質問は、ロシアがウクライナ東部を併合する気があるかっていう問題とそれに対して NATO がどうリアクションするかっていう問題に分かれるんだと思うんですよね、うん、で、ロシアがウクライナ東部を併合したいかどうかっていうとこれまではしてこなかった。2014年に最初に攻め込んでもっと支配領域を広げることはできたんだけどしなかったんですよね。だから多分ロシアが欲しいのは土地というよりも、うん、ウクライナという国家自体がロシアに逆らえないようにするっていう政治的な状況を望んでたと思うんです。だからそのための楔としてあの東部のドンバスの方とかクリミアの方に介入してあった。楔だから1点2点打ち込んでおけばいいんです。あ、じゃあ完全に全部占領する気はそもそもない。やっぱりこれは軍事的に難しいです。 あの国でかいんで、ヨーロッパで一番でかい国なんで4000万人の人口です、ね、そうなんですよ。面積も日本の 1.6 倍ありますから、うんうん、でなんだけども今回の場合はプーチンがもうそれでもウクライナがなかなか言うこと聞かないんで軍事力を使っちゃったということだと思うんです。ちょっと細かい意思決定過程はまだまだ分かっていないですけど、うん、でじゃあそこまでやった時に西側が出てくるかどうかっていうのは、まあ、西側の判断ですけどどうかな、どう思います。それは理由にならない気がしますね。私は結局だその段階でウクライナ政府が戦い続けるかどうかっていうのも一つありますし、私直感的には通常戦でそこまで至った場合には NATO の介入はないと思いますけど、はい、事前に CSIS が出してたシミュレーションだと、まあ、そのロシアの侵攻の範囲とそれに対して NATO の支援があるないみたいなマトリックスを作ってこう6シナリオぐらい作ってたじゃないですか、うん、でもあれ見るとやっぱり NATO も、まあ、その CSIS の見積もりだとどっちみち NATO が出ていくという選択肢はなくて、うん、支援する場合でもこう後方から武器支援とかゲリラ戦の訓練を提供するみたいな、まあ、かなり現状に近いシナリオを出してたんですよね。だからまあやっぱりロシアが、うん、そうですね、通常戦で攻めていく限りにおいてはなかなかそういうふうにはならないのかなとは思います。で、まあ、実際のキーフが包囲されかかった時期も NATO 参戦って議論にはなってないの で、 そ、 うですよ、ね、うん、その可能性はないような気がしますね。これだから国際社会とこの紛争の関わり方っていうのの一つのパターンがここで出てきた感じがするんですけど、東さん、他にもですねジョージアもあるいはソ連、まあ、ロシアの周辺で旧ソ連国っていうのは、まあ、バルト三国も含めて何らかのこういう危険性っていうのをはらんでいるし、それが今回のウクライナは証明されてしまったわけなんですけども、今後のこの世界の動き方、特にロシアとか中国とかですね、こういう権威主義の国って割と実効支配力をやることをためらわない人たちに対してどうやってこう世界は秩序を守っていく世界になるんでしょうかね。それはねすごく深刻な話だと思うんですよ、うん、ちょっと遠回りのような話をしますけどね、うん、はい、僕やっぱり今回ねすごくいろいろ思ったんですが、すごく大きく言うとさっきのなんでプーチンはこんなベタに歴史観を信じて侵略戦争まで始めたのかっていう小泉さんの問いに対する答えでもまああるんですが、要は僕これ第二次世界大戦から時間が長く経ったからだと思うんですよね、うん、そして多くの人たちがやっぱり戦争というものがどれだけコストが高く、うん、どれだけ悲惨なものだって忘れ始めていると、うん、でそれぞれの国の国民がね、でやっぱりかつて冷戦というのが秩序を安定させていたと言われているし、まあ、実際ある程度機能してましたけど、うん、あの時にやっぱりあれは
西側も東側も全面戦争だけは絶対避けなきゃいけないし、戦争は局地戦、まあ、局地戦もあの頃すごい悲惨な局地戦いっぱいあるわけですけど、それでもとにかく抑え込み拡大したらもう本当にまずいというのがやっぱり記憶としてあったんだと思うんですよ、それ政治家にも民衆にも。ただ今やっぱどんどんなくなっているという、まあ、だからそこがやっぱり21世紀の一番大きな僕不安定要因なのかなという気がします。で、あのもちろんだからあの簡単に言うと、あの僕すごい素人ですけど、素人的に言うと冷戦構造みたいなものをもう一回作るのが多分よくて、あのロシアがちょっとでもあのまずい動きをしたら核打ち込むよとっていう、まあ、あのロシアじゃなくて中国でもいいですけど、 ある種のやっぱ二極化三極化し、そしてお互いがあの核をお互い、まあ、核使用をためらわないっていう状態をアピールし続けることで、あの相互抑止するっていうのがあの安定的なんだと思います。20世紀はそれで安定したから。ただ21世紀僕が怖いのはやっぱりまずさっき言ったような SNS による人々の感情の流動化、でプラス戦争の記憶の風化ですよね。で第二次世界大戦ってやっぱすごく人が死んでいて、あのソ連なんかだと人口の1割ぐらい死んでますね。 でプーチン政権2010年代になって急速にそのダメになったって言われてますけど、あれプーチン政権だけがあの急にイカれた歴史観にあの邁進したのでもなくて、あの小泉さんはよくご存知だと思いますが、あの不滅の連帯っていうのがだいたい戦勝記念日にやられていて、これはもう2010年代になって急速に拡大したあの草の根市民運動ですね。でそれはあの自分のじいさんとか、あの先祖の従軍した人たちの写真を持って、あのみんなで行進するってやつなんですが、これもうほとんどロシアの国民運動に育ってるんですよ。でそれも急速に拡大したのってもう2010年代からで、あのおそらく戦争の記憶が風化したがゆえに、もう純粋な物語になって、で各国その物語を自分の都合のいいようにあのこう利用して、しかもそれは国政権が利用するだけじゃなくて、国民自体もそういうことを信じて、まあ、それは日本でも起きていることですけれども、あの戦争が美化されてすごくロマンチックな対象にとしてなってしまうということがまあ起きていると、でそういう時代の流れの中にあるということをすごく意識しないと、単なるその合理性だけで戦争というのが抑制されるのかっていうことは僕はすごく実は不安なんですよ。21世紀これからの時代、一番僕がやっぱり心配しちゃうのはやっぱそこなんですよね。これ広瀬さん、あのソ連時代からですね、ソ連はアフガンでも痛い目に遭い、でこの2000年代以降もチェチェンとかですね、シリアとかにこう介入してるんで、まあ、それなりの犠牲者は出てると思うんですけども、あまりそこからの教訓はロシアはまあ、国民は少なくとも得てないっていう解釈ができるんでしょうか、今回ウクライナにこれだけやってるっていうのは。あれマイクミュートになっちゃってます。すいません、そこまでは言えないと思います。というのはあのやはりその多くの戦死者が出ていることに対して非常に、まあ、あの弔いというのには、あの各共和国非常にこう熱意を持ってやっていて、まあ、旧ソ連のも至る所にそういうその犠牲者をあの弔うようなこう碑ですとか広場とか、まあ、至る所にあって、まあ、永久に消えない碑とかがまあ設置されていたりとか、まあ、すごくその死者を悼む気持ちっていうのは特に強くありますし、まあ、だからこそこの戦勝パレードなんかも非常にこう熱心にやってるっていうところがあると思うんですけれども、まあ、他方でまあこういうふうにこう多くの血によってこれまでそのソ連ないしこうロシアが支えられてきたと、だからやはりこの先人たちが守ってくれた土地を守っていかなきゃいけないというところでまた新たな血が使われるというところがあると思うんですね。でその一方でまあやはり政治的にはやはりあまり多くの戦死者が出てはまずいというところで、実際にはその戦争で亡くなっている方の数っていうのはこう戦争中は隠されていたりとか、あとやはりそのあまりに例えばチェチェンなんかのチェチェン戦争の時の事例で考えると、やはりこうロシアの若い
兵隊に多くの死傷者が出てしまうと、まあ、あのロシア人母の会、ロシア兵母の会なんかがこう運動を起こして、でそうするとこうやはりこう政権としてはまずいということで、例えばチェチェンの時はチェチェン紛争のチェチェン化ということによって、あのチェチェンの傀儡政権にこうチェチェンのまあ分離独立派をこう討伐させるというようなことをやって切り抜けたというようなこともありますので、やはりこう死傷者の数っていうのは非常に気にしているところなんですね。でもそのバランス感覚の中でこうなんとかやっているというような風にイメージしています。ありがとうございます。さあもう一問ご紹介しましょう。20代男性の方なんですけども、ロシアのウクライナ侵攻は先行きの見えない泥沼の戦争とかしつつありますが、出演者の皆様はこの戦争がどういった形で終結に向かうとお考えでしょうか。難しい質問が来ました。あのこの方は大規模な戦闘が終結してもアフガンやイラクのように長期間にわたって小規模な戦闘が続くような状況になるのではと危惧していますと、まあ、こういうことなんですけども、高橋さんいかがですか。あのおそらくだからウクライナが今占領されている地域を奪回したとしてもそれで戦争は終わらないんですよ、うん、つまりあのそれでロシアが諦めればそこで要するに2月23日の前の状態で停戦協定ってことになるんですけど、うんうん、多分そうはならないとすると戦争を終わらせる力はおそらくロシアが変わる形でしかない、あるいはプーチンが変わる形でしかない、うん、そうでない限りそのある種こう膠着した状態で長い消耗戦争が続いていくということですね。ですからそのこの戦争を終わらせる力は戦場の中には多分なくて、あのどうやってそのロシアの中身が変わっていくのかと、それは経済なのか情報なのかっていうところですけれども、うん、まあ、そこの力があの必要なのかなと。ただそこに持っていくためには戦場で勝たなきゃいけないっていうことなんだと思いますね、うん、ウクライナが。小泉さんも同じお考えでしょうか。そうですね、まずあの忘れちゃいけないのは、あの今回の戦争っていきなり始まったわけではなくて、これ以前に2014年の最初のロシアの侵攻からもう8年間続いてきてるんですよね、うんうんうん。でまあ、クリミアはほぼ無血占領されましたけど、ドンバスではずっと低強度の紛争が続いていたので、今回の戦争もどこかですっぱりと終わるっていう見込みはやっぱりそもそもないんだろうと思います、うん、であとそのさっきのロシアの軍事費が意外に使い出があるよみたいな話ですけど、やっぱり今回ウクライナに対してロシア軍がボロ負けしてるとは言っても、小規模の介入を続けるぐらいの軍事力っていうのはロシアはこれから持ち続けるはずなんですよね。あのもうちょっとこうロシアをティア1の軍事大国と言っていいのかどうか分からなくなってきましたけども、少なくともティア2の上位ぐらいでは多分あり続けると、うんうんうん、でということを考えるとやっぱりですね、これはあの長期戦覚悟しなければいけないし、その中でまず一応この西側にいる我々としては、そのロシアにもう一回エスカレートさせないための抑止ってどういうものなのかっていう話と、うん、あとやっぱりその高橋先生がおっしゃるようなロシア自身が変わってくれるにはどうするかですよね、うん、でやっぱり、まあ、別にそのロシアのなんというかこう政権を転覆させるとかそんなことまで言わないにしてもですね、もう22年プーチンやってるわけで、そろそろロシア人自身の手で新しいリーダー選んでいませんかと、24年の大統領選も迫ってるんだしと、そのぐらいは期待したいですよね。ただそうは言ってもプーチンの支持率はまだ高いみたいですね、うん、東さん。いや僕にはとてもこんな予測をするほどの知識も能力もないですけれども、まあなんかこうウクライナもロシアもあんまり相互に妥協する気がなさそうなので、うん、これを長続きすると考えるのが普通なんでしょうね。あのなんかこの西側の支援が確実になってきて、うん、妥協がもう成立しない感じになってきてる感じがしますね、うん、あのゼレンスキーもうクリミアまで取り戻すんだみたいな発言もしています、うん、まあ、ただあれはあくまでも対話を通じてって話なんですけどね、うん、だけどまあやっぱりそうするとこうどっちも相手をボコスカに完全に任すということができない、ロシアの力をもってしてもキエフを占拠してウクライナを倒すことはできなかったし、ね、ましてウクライナがモスクワ占領しに行くことはできないわけですよ、うん、とするとやっぱりこれも手詰まりで、こういう激しいフェーズの戦闘はいつまでも続かないんでしょうけども、やっぱりこう低強度の暴力がずっとウクライナ東部でこの先長く続いていくパレスチナ化みたいなシナリオっていうのはちょっと考えとかなきゃいけないと思いますよ、ね、だからそれはまあ何が国とか国民にとっていいかっていうのは、
価値観なので、あの僕も何にも判断はできないですけど、ただ国土は荒れてきますよね。だからまあそういう選択がなされつつあるなということを、うん、まあ、僕としては非常にこう悲しく見てますね、まあ、簡単に言うと。あのロシア人の 若い層では国外脱出をもう意図している人たちもたくさん出てきているという報道もありますけど、うん、広瀬さん、この若者たち世代間のこの認識差っていうのはロシアではどんどんあの激しくなってるんでしょうか。そうですね、まあ、あの基本的には世代間ギャップというのは非常に大きくて、若者はやっぱりこう SNS をこう対応できて、うん、でいろんな情報を入手できるので、あの以前ですとこう政府のあの情報というのはもうプロパガンダだから一切見ないという人もかなり多かったわけなんですけれども、この軍事行動始まってからは非常に情報統制が厳しくなっておりますので、なかなか特殊な手段を使わないとこう自由にこうインターネットをすべてあの見られる環境にはなくなってきているんですよね。でそうしますとやはりそのある特殊技能を持っていたりとかあのいうことでもないと、結局その、まあ、政府の情報しかこう入手できない人っていうのも結構増えてきてしまっていると思いますし、そうなるとこう必ずしも世代が違うからあのこう認識がもうかなり異なるということも言えなくなってくるんじゃないかという気もするんですね。で私もまあこの戦争というのは非常に長引くだろうということは想像するんですけれども、こう長引けば長引くほどこう若者に限らず人々のマインドっていうのがこう反プーチンというよりもこう反欧米になってくるのがちょっと嫌だなという気がしていまして、うんうん、まあ、特にこの今どんどん制裁を受けていて、でそれをまあ2014年のクリミアの時もそうだったわけですけれども、プーチンはこう欧米が我々にこう制裁をかけているからこう生活が厳しくなったみたいなこう立て付けで話をすると思うんですね。でそうするとまあ国民の恨みっていうのが欧米に対して集中し、決してそれがこう反プーチンに直接結びつかない可能性があると。でそうすると仮にこうプーチンが亡くなったりしても、やはりこう欧米にこう対抗していく強いリーダーがまた必要だということで、第2第3のプーチンが生まれてしまう可能性っていうのもこうなきにしもあらずかと思うと、やはりそのロシアの国民感情っていうのも非常にこう考えていくことが重要なんじゃないかなということも考えます。なるほど。 あとね、あの僕追加で言いたいんですけど、やっぱり今回 そのウクライナロシア戦争があの起こってから、あのやっぱり一部の論者たちの間でフランシス・フクヤマの亡霊みたいなものが復活していると思うんですよ、うん、それはどういうことかというと、フランシス・フクヤマって覚えている人は覚えていると思いますが、冷戦崩壊後、うん、まあ、今回冷戦終わってソ連がこう消えたと、これからリベラルデモクラシー の世界観がもうこれで完全にあの確立されて歴史は終わり、これから地球全体がリベラルデモクラシーに向かって爆心していくんだと言ったわけですよね、まあ、でも実際そんなこともなく、その後911が起きたりいろんなことが起きた。でフランシス・フクヤマのようなやっぱり単純なリベラルデモクラシーで全てがうまくいく、全て勝利するっていうやっぱり歴史観はおかしいんじゃないかと、やっぱりそうはならず、ある種のその地政学的な分割のもとで多様な文化がね共存し合うような世界しかないんじゃないかっていうことは、おそらく結構そのある程度コンセンサスだったはずなのに、逆にその地政学的な分割みたいなものを旗印にしてプーチンがやってきた結果、いややっぱりリベラルデモクラシーしかないだろうと。でそしてあのプーチンをとにかく倒し、リベラルデモクラシーによる地球統一みたいなものを取り戻すんだみたいなストーリーに今度はなっているんですが、しかしだとするとですよ、このあと中国もいますよね、他インドもありますと、でもしくは中国インドの後もイスラム圏もあって、もしくはその後もあのおそらく経済的に勃興してくる、例えばアフリカなんかもどういうあの文明観世界観を持っているかわからない、これどうするんですかと。でだからやっぱりそのとりあえず今なんとなくそのプーチンという絶対悪があってですね、プーチンは絶対悪なんですが、そしてプーチンはさっさと潰れるべきなんですけれども、でプーチンが潰れたからといってですよ、そんな単純にはね、今回のような例えばあの単純にリベラルデモクラシーが全世界制覇して国際秩序の安定が回復するって話じゃないんですよ。やっぱりさまざまな歴史を持っている人たちをどう調停するかということをやっぱり考えていかないと、21世紀は非常に僕不安定になると思うんですね、うん、でそういう意味で僕は今回その、いいですか繰り返しますが、僕はロシア絶対的にまずいと思っているので、プーチン政権も打破されるべきだと思っているので、ウクライナも支援するべきだと思ってますが、やっぱり同時にじゃあプーチン倒して
あの世界中が同じ価値観になるかって言ったらそうでもないし、例えば EU の中だって本当はすごいごちゃごちゃしてるわけです。例えば今急にそのポーランドはすごくこう EU でウクライナ の難民をすごく入れてますけど、ポーランドっていう国も例えばシリア難民なんかは全然入れなくて批判されていたし、あとポーランドの国内にも保守的な勢力多いんですよね。あとハンガリーも保守系の政権です。でそれで本当は EU の中だって自分たちの価値観が統一できずごちゃごちゃしてたんですよ。ところがやっぱり共通の敵があると急に全部なかったかのように見えるんですよ、はいはいはい、でもなかったかのように見える方も幻想なので、やっぱりそのなんていうか悪一個倒せば大丈夫なんだ、ここが頑張りどころだみたいな、単純な話にはしない方がいいと思うんですよね。そうですね。さあ、あの残念ですけど広瀬さんがここで終了になってしまうんですが、最後に広瀬さん、ユーザーの皆さんにあのお伝えしたいことがあったらお願いいたします。ありがとうございます。ちょっと今日はスタジオにも伺えず、あの大変申し訳なかったんですけれども、あの皆さんといろんな議論ができてとてもあの有意義な時間を過ごさせていただきましてありがとうございました。で、まあ、あのさっきも言ったんですけれども、まあ、この戦争まだまだ長引いていくと思います。で、まあ、これからもいろんな局面が出てくると思いますし、こういろんなフェイクも含んだいろんな情報が出てくると思うんですけれども、やはりこう情報をこう精査してこうフェイクニュースなどに流されずに、まあ、この紛争を常にこうご自身の視点でこう見ていく、まあ、そしてその立場をこう明確にしつつこう正しい方向に向かってこう皆さんあの進んでいくようなあの形でこの戦争を見ていただけたらいいなというふうに思います。本当にありがとうございました。広瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。さて、いよいよここからはその戦争について考えていきたいと思うんですけども、ここでユーザーの質問一つご紹介します。歴史的背景や民族性などいろいろあると思いますが、なぜ戦争という手段を人類は取ってきたのでしょうか。日本でも北方領土問題などがありますが、話し合いでなぜ解決できないでしょうか。やはり権威だったり人間の本能的な何かがあるんでしょうか。あのまさに戦争をあの専門にされている、まず高橋さんから、はい、戦争専門でまるで傭兵みたいですね。あの、まあ、国際政治学の非常に基本的な問いなんですよ、うん、その戦争と平和というのは、うん、で、ある程度の答えは出ていて、うん、まあ、大学院に入るとまず最初にやるようなことの一つなんですけど、まず例えばじゃあなぜ戦争は起こるのか、何が悪いから戦争が起こるのかっていうと、まず考えつくのは政治家が悪い、つまり悪い政治家、悪い指導者がいるから戦争が起こるんだという考え方で、ところがまあ政治家って悪い人いくらでも出てくるわけですよ、歴史的に見て。だからこの人が変わればあの平和になるというわけではない、うん、で第二に考えられるのは国が悪い、うん、その例えばじゃあその権威主義とか独裁主義体制が悪い、うん、あのこれもまたあの難しい問題で、うん、まあ、民主主義なら平和だという立論もあるものの、あの統計的に見ると民主主義国家の方が平和ということは事実としてない、うん、でじゃあ3つ目に考えられるのは世界が悪い、うん、その要するに国際社会というのはその主権平等の国家が並立していて、うんうんうん、その国家を滑る超国家組織というのはない、うんうん、でないので、あの結局そうすると国はそれぞれ自分のパワーを最大化するために争わなきゃいけなくなって戦争になると、うんうんうん、で、まあおそらくこの第三の仮説が一番その物事を説明しやすいとは言われているんですね。でもう一つ、でもその世の中でどう何とかして平和を作れないのかと。で平和が作れる状況は実は分かってるんです。それはね、しかもそれ現実に存在しないことも分かっていて、まず敵と味方、自分の国と相手の国の情報が全て完全に分かる、うん、つまり戦争になったらどっちが勝つか分かる、うん、最初から分かって、最初から分かっていく、で最初から分かっているので負ける戦争はしない、うん、でもう一つ条件があって、負ける戦争を避けるためにじゃあ外交の交渉を結びましょうと。ところがあの国際社会にはその国家の上の権威がないので、うん、その約束を守る保証がない、うん、で約束を守る保証がないので、まあ、将来戦うより今戦った方がいいって決断をすることがあり得る。なるほど。だからその約束を守るシステム、例えば国内社会だと国が保証してくれるわけですよ、はい、約束を破ったりその例えばその辺で人を殴りかかったら、うん、その警察に捕まって裁判所に送られるわけですよね、うんうん、でところが国はそういうことはないので、うん、
そうやってその約束を守るメカニズムがない以上は戦争は避けられない、起こることは起こる、まあ、それが今の理由ですね。ですから今回のウクライナの危機で言えば、おそらくプーチンからすると、例えば10年後20年後ってことを考えると、もはやウクライナを無力化することはできなくなる、ロシアの国力が弱くなっていくから、で今のうちと、今のうちで、もう一つはその、まあ、戦前の外交交渉なんか見ても、これウクライナ側からの立場ですけど、ロシアと約束をしたからといってロシアが守る保証はない、まあ、そういうことが、まあ、そういうその世界の構造自体があって、その中で戦争が起こってしまう、その中で人間がもがき続けてしまうというのが、まあ、今国際政治学でいう、なぜ戦争が起こるかって質問に対する答えですね。となるとですね、はい、同様の状況が、まあ、北朝鮮は間違いなくそういう状況にあるし、中国も割と約束守らないこともいっぱいあるわけですよね、はい、ということでいうと、もっと大きな紛争あるいは戦争的なものが起こる可能性はいくらでもあるっていうことですね、はいはい、そうですね。でだからそれを防ぐとすれば、バランスオブパワー、つまり抑止力、お互いに均衡した抑止力を持つことによって相対的な安定を作るしかないっていうふうに、まあ、答えが導かれていくことになります、ね、なるほど。小泉さんいかがでしょうか。今高橋先生のお話っていうのは、こう国際的な構造とかそのバランスオブパワーの観点から説明されてましたけど、まあ、僕はちょっと違う観点から挙げたいのは、トゥキディディスの歴史あるいは戦史と訳される本がありますよね、古代の、まあ、世界最初の歴史書と言われる本ですけど、まあ、この中で戦争が起こる原因は利益、名誉、恐怖だというふうに言っていて、まあもしも人間が合理的だと利益だけで戦争するはずなんですよね、儲かるときする、勝つときする、でそういうのができないときはしない、だけどやっぱりこの中にトゥキディスが軽眼だなと思うのは、その名誉と恐怖というその合理性で測りきれないファクターが入っていて、例えば今回のプーチンの戦争なんてまさにそうなわけですよね。その同じスラブ民族であるウクライナはロシアの支配下になければいけないのだみたいなことを言って戦争を始めてしまう、あるいはそれだけじゃなくて、やっぱりそのプーチンの言説であるとかロシアの言説なんか見てると、ものすごいこう恐怖に彩られてるわけですよ。昨日のプーチンの戦勝記念日の演説でも、実は西側の方が先に手を出そうとしていたのだと、だから我々の方が先にやらなきゃいけないかったんだみたいな風に、これをそのプーチンのおためごかしの大嘘と見ることもできますけど、私はやっぱりある程度そういうような恐怖心をクレムリンの中の連中はずっと持ち続けてるんでしょうし、あとね、ロシア人の普通の人と話すと、なんでお前たちそんなに破滅が好きなんだって思うぐらい破滅の話が好きなんですよ。何かこれから破局的なことがやってきて、私たちはもうみんなダメになるみたいな話をするときに、一番ロシア人は輝いてるんですよ。ドストエフスキーの悪霊、別水、やってくる破滅の予感へのなんかこう見入られるような感じ、闇をずっと見つめてしまうロシア人、ああいう感じなんですよね。でなんかね、だからきっとロシア人 そのクレムリンの中でもロシアの社会でも、今回プーチンが破滅的な戦争を始めていくことに対して、なんかきっと抗えない魅力を感じている連中がきっといると思う。もうダメだ、もうこんな恐ろしい戦争もうダメだって言いながら喜んでる。でこれもう完全にネタバレになります。ネタバレというかあれですけど、戦争が始まる前の年だから、もうまだ去年か、なんか遠い昔みたいな感じがしますけど去年の秋にロシアの有識者たち何人かにこう集中して話を聞くっていうオンラインイベントがあった時に、あるね、ロシア軍事の専門家が大戦争が近づいているみたいなことを言い出したんですよね。で なんかまたそのこっちのもう日本側もロシア専門家揃ってるんで、本当ロシア人ってああいう黙示録的な話好きだよなみたいなことを言ったら、半年後に本当に始まったんですよ。だから気づいてる人はもう去年の秋口、まあ、夏と秋の間ぐらいとはっきり言わずに言っときますけど、に気づいていて、でもなんかやっぱそのことにこう妙に、ね、見入られたような雰囲気みたいなものはちょっとありましたね。これはでも国民性がそういうところにあるとすると悲劇としか言いようがないんですけど、ただそれでもね、そういう人がいたとしても、これもなんか男性的な視点だなって思うんですよ。でやっぱり兵士のお母さんたちの年齢とかいう話もさっき広瀬さんからあってたんですけど、やっぱりそんな中でね、やっぱりロシア女性っていうのはやっぱり戦争は嫌なんじゃないかと思うんですけども、
いや嫌なんですよ。で嫌で、うん、本当にもう恐ろしい、絶対嫌だっていうわけですけど、やっぱりなんかその男も女も結局恐ろしい嫌だって言いながら、その恐怖とか破滅に見られてるような感じがなんかないですかというところが、私のロシア の、 魅力でもあり不幸なところでもあるんだよなという感じをね、ずっと持ってるんですよね。嫌には嫌なんですよ。嫌には嫌で絶対避けなければいけないと思ってるし、ソ連時代なんかにもやっぱものすごいこう反戦っていうことを言い続けるわけですけど、なんかそこにね、なんかこう我々が言う反戦とか、あの戦争はいけないっていうと、なんか違う感じがあるぞ、何なんだこれはみたいな、ずっとこううまく埋まらない溝みたいなものをもや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 感じ続けている。なるほど。一方で、あの先ほど東さんが言っていた、やっぱり先の大戦から時間が経って、みんなあまりに悲惨さっていうことからちょっと遠のいてたっていうことが、今回このウクライナの話っていうのはですね、全世界にこれだけの映像が出て、で、あの悲惨な状況っていうのが、もちろんあの僕には起こってないこと、あるいは日本人としての僕には起こってないことであっても、もうあんなボロボロと死体があの街中に放置されてたりとか、ああいう映像がバンバン出てくることっていうのは、疑似体験としては結構あるような気もするんですけども、 そういうなんか、この世界がこのウクライナ戦争からどう何か学び取るものとか、あるいは影響があるのかという観点は、東さんどうですか。その悲惨さっていうことを再確認するっていう意味で、なんて言えばいいんでしょうね。人間はやっぱりね、1人とか10人100人ぐらいの死には共感するんですけど、ある規模になると麻痺するので、でやっぱり一番怖いのはその麻痺するっていうことですよね。で今あのゼレンスキーは、その大統領は国連での確か安全保障理事会かなんかのオンラインの演説で、あのブチャの惨劇というのが、あの第二次世界大戦最大の戦争犯罪だという表現をしたわけですけど、したと覚えてますが、あのただ何をもって戦争犯罪というかともかくですね、虐殺というのも大量にあるわけですよ、うん、第二次世界大戦後、うん、でブチャの惨劇は惨劇だけれども、最大規模でないことは確かだと思います、うんうん、でけれども、あの結局その今ウクライナの戦争というのは、まあ、ある意味でまだ非常に小さいんですよ、規模が。だから人は感情移入できる。これがもしもっと、うん、もっと大きくなると何十万人も死ぬ、何百万人も死ぬって言った時は、うん、むしろ僕は人々を麻痺するんじゃないかと思います、ね、なるほど。っていうのがまず一つと、あとその先ほど の、 その高橋先生と小泉先生の話に続けて言うと、そのやっぱり僕としては人間というのはそんなに理性的だと思ってないんですね、うん、であのつまり抑止が働くのは、ある意味その非常にエリート同士が国家のもしくは軍事の方向を決定できる場合、まともなエリート、まともな、つまりアメリカもソ連もある意味非常にあの知識を持って合理的に判断するエリートが決められる場合は抑止が働くんだけど、例えば今のような SNS と直結したポピュリズム的な時代、そしてそれぞれの国のもうそれこそあの今の状態って、あのそれぞれの大使が、あのこう国の大使があの SNS で罵倒し合ったりとか時代ですよね。でそういうその SNS と直結し、政府同士が罵倒し飛び交わせるような時代においては、本当に抑止が機能するのかということについて、僕はかなりちょっとかなり不安を持ってるんですけど、そこら辺どうですか、高橋先生。あのこれ面白い話題だと思うんですけどね、はい、仮に今トランプだったらどうなってたの。トランプだったらまず大統領自分が罵倒するんですけどね。いや今トランプだったら、もしかしたらこれは自分たちの問題じゃないってことで全くウクライナを支援しないってことも十分ありえるんで、逆に、そこはだから予測できないのが彼の売りですからね、何とも言えないものはあります。でそちらのオリジナルというか、その抑止がこれからの時代効くのかどうかという話ですけど、抑止力というのは破れた回数は戦争の数だけあるんですよ、うん、これまで、うん、で、だからそれは何て言えばいいんですかね。例えばそれこそ1941年の日本とアメリカの戦争だって負けるの分かってるわけじゃないですか、うん、で負けるの分かってても戦争はしたわけですよ、うん、で、そういう意味で言うと、その抑止が破れる可能性は常にあることは間違いないんです、うん、それはその今も昔も変わらない、うんうん、多分未来も変わらない。でその中でじゃあ戦争をそのできるだけ可能性を低くする、
あるいは実際に抑止が破れたときに自分たちが少しでも不幸せにならないために何が必要かというと、その抑止が破れた後でも自分たちを守れる力で、抑止が破れた後でも自分たちを守れる力はその結果的に抑止にも寄与しますよねって、うん、そういうことになっていく。ただそれをお互いがやっていくと当然軍拡競争になるわけです。いや僕ね、その意見は完全に同意なんですよ、はい、でつまりね、そんだったらば逆に僕今回プーチンがウクライナに入った瞬間にアメリカはもしくは NATO はこれ俺たち行くぞと、モスクワにも核を落とすかもって言えばいいと思うんですよね。でその、うん、そうした方が抑止できたのかもしれないですよね。でも現実にはなんでそれが言えないか、それはむしろ逆に西側が民主主義国家だからですよね。そうですね。それぞれの大統領が国内政治を持っていて、はい、それはバイデン強気に出れない、出たいかったとしても、そのアメリカ軍をじゃあウクライナ送るぞって言ったらば自分の選挙が危ういから、そうです。だからみんなできない。つまり抑止をするためには今度は逆にブラフでも攻撃的にならなきゃいけない時がありますよね、はい、それは本当にできるんですかね逆に。もう一つの論点があって、それはむしろその合理性の話なんですけど、うん、今アメリカって中国とロシアと両方戦争を構える力はもはやないんですよ、うんうんうん、その片方と戦争をやるともう片方は核兵器を使わなきゃいけなくなるっていうのは、うん、もうこのストラテジストの業界ではもう一般常識になっていて、うんうん、でその今のやはり主要な脅威が中国であるということを前提に考えると、うんうん、国内政治に加えていわゆるその兵力の配分の意味でもウクライナでの戦争はやりたくない、うん、できないっていうのが、まあ、現実としてはあります、うん、でもう一個今民主主義の話をおっしゃったんですけど、歴史的に見るとですね、民主主義の国のが戦争で勝った数っていうのは非常に多いんですよ、うん、でその理由は何かというと、結局民主政体というのは国民の総意として戦争するから、うん、それはか攻められても攻めてる時でも、うん、だからその分その資源の動員の度合いが高いんですよね。例えばその第二次世界大戦でも日本が総動員体制に入ったのって確か43年か44年なんですけど、アメリカってもう鎮山攻撃のすぐ後に総動員体制に入ってるんですよ、うん、分母が違うのに総動員体制が 入るタイミングがそんだけ遅れたら勝てるわけないんですよね、うん、でそれができたのはやはり民主主義だからなんですよね。だからその意味で言うと、その民主主義であるからこそその軍事介入できないというのは一つあるんですけど、うん、その軍事介入をするということを決断した時の強さというのも同時にある。だからそのウクライナ今民主的に民意を反映して戦っているウクライナを民意で戦わないけど支えることを決意している民主主義っていうところが、うん、まあ、今展開している状況なのかなということは言えますね、うんうんうん、でもさらにちょっと質問させていただきたいんですけど、はい、例えば今回そのプーチンはまあ、いわばプーチンというのは自分たちの国の世論関係ないから、はい、核使用を匂わせるような発言を平気でしましたよね、はいはい、でそれに対してやっぱり世界は動揺するわけです。で、まあ、今回じゃあロシアが倒れたとして、じゃあ中国がじゃあある意味仮想敵というか権威主義体制の大国、軍事大国第二の極として行ったとして、中国が今のままの権威体制だったら中国はやっぱ平気で核兵器を匂わせるだろうし、うん、そしてそれをやっぱブラフとして使ってきますよね、はいうんはい、それに対して自由民主主義国家陣営というのは常にその国民の動揺も抑えなきゃいけないし、はい、そのやっぱ全面戦争になるというものに対する人々の不安みたいなものをコントロールしながらそれに対処していかなきゃいけない、はい、そうすると純粋な核抑止体制になった場合、権威主義の方が強いんじゃないんですか。非常に変な言い方をするとやってみなければわからない。なぜかというと、うん、冷戦期はその権威主義である共産ソ連対民主主義であるアメリカの相互核抑止が成立してたわけですね、うん、段階でそのアメリカがその核を使わないということについての疑いは基本的にそんなには強くなかった、うんうん、で、であればなぜ今それが疑問に持たれるのかというと、うんうん、これ実はすごい嫌な議論なんですけど、うん、私この話はアメリカ人と何回もしてるんですけど、もしこれから先 その例えば中国との対立でアメリカが核の使用を思いとどまるようなこと、うん、それこそ国民の犠牲があるから使いたくないというようなことを言うのだとすれば、それは今のアメリカにとってのアジアの同盟国や台湾というのは冷戦期のヨーロッパの同盟国よりも価値が軽いということなんですね、うん、ということになっちゃうんですよね、うん、で彼らは当然それは否定するんですけれども、うん、その感覚が今なんとなく存在することは否定できない、うんうん、ですからおっしゃる通り、その最後に核のチキンゲームになった時に、うん、その中国とアメリカの間で、うん、中国側の脅しの方が信頼性が高いという状況は十分あり得ると言わざるを得ないのが現実ですね、うんうん、はい、それはその私も認めます。あと もう一個、その権威主義国家と民主主義国家がチキンゲームした場合に必ず権威主義国家側が勝つかどうかっていうのも
もう一個考えなければいけないと思うんですよ。つまり例えばロシアって今明らかに権威主義的な国家なわけですね。ロシアは違うというかもしれないけど明らかにそうだと思うんですよ。でその時にじゃあプーチンがその国民の世論を西側ほどには気にしないかどうか、むしろ僕はねすっごい気にしてるんじゃないかと思うんですよね。つまり、プーチンの今の地位というのは例えばそのアメリカでいう合衆国憲法みたいなものとか長い民主主義の伝統とかに支えられたものではないわけですね。割とこうプーチンがなんか力技で常にこうアップアップしながら気づいているものだったりとかするので、その国民一般とか彼の周りにいるエリートたちとかの割とそのご機嫌の上に成り立っているのが地位だと思うんです。だから結構ねプーチンってすごくこう国民受けとかは常に気にしているリーダーだと僕は思うんですよね。だからやっぱり今回も例えばじゃあプーチンが本当に国民受けを気にしなくていいんだったら、もうウクライナで勝てないんだから総動員令を発令して、男どもをどんどん軍隊に入れて、軍隊の規模を2倍3倍に膨らませ戦えばいいはずなんだけど、それができないっていうのはやっぱり彼が国民世論を気にする独裁者だからなんだと思いますし、これ最近 そのいわゆる民主主義論権威主義論みたいな本なんか私は専門じゃないですけど、触りを読んでいくに意外と独裁者たちは世論を気にしてるんじゃないかと思うんですよね。でとすると核のチキンゲームでどっちが勝つかっていうのは、生態の差っていうのもあるのかもしれないけど、どっちかというとその我々の業界でいう覚悟の差みたいな、例えばその核のエスカレーションをするときにどっちがコストを受け入れる準備があるかみたいな、そういうその置かれた状況の差みたいなところの方が僕は大きいんじゃないかなというふうに聞いてましたね。我々の業界でいうとこの覚悟ってことで思わずクスッとしてしまったけど最終的には覚悟があるやつが勝つみたいな話、最終的にはねでっかい爆弾の話してるんでそういう話になるんですよでもこれちょっと面白いなと思うんですけど、この中国っていうことを考えたときに、これロシアの場合はですね、旧ソ連圏っていうのがもともと勢力圏としてあったものが徐々にこう押し込められてきて今ここに来て、でウクライナまで失うのが嫌だっていう、そういう恐怖感っていうのがあったと思うんですけど、中国の恐怖感って一体何なんだろうって見た時に、別に中国大陸を誰かが攻めてって取るなんてことはもうありえないわけで、でって考えると人民解放軍とか中国が軍備をあれだけ充実させてるのっていうのはやっぱり内政のためにやってるっていうところもあるんじゃないかと僕は思うんですけども、基本的にやっぱアメリカに言うことを聞かされるのは嫌だっていうのはあるんですよね、でさらに台湾がありますからね、で特にその94年95年の台湾海峡危機で、アメリカの空母が展開して非常にこう中国が黙らされたっていうのは彼らにとって屈辱ですから、台湾だけではなくて例えば中東でもどこでアメリカと利害が対立したとしてもちゃんと自分の選択を押し通せるような物理的な力を彼ら持ちたいんですよ。だからそれはその必ずしも中国大陸が侵略されるかもしれないと思ってるからではなくて、もうちょっと幅広いこう超大国、彼らのいうその大国としての地位をきちんと支えるだけの力を欲しいっていうのはあると思いますね。ただ核兵器なんですけど、中国の核兵器感というのはちょっと分からない部分が実はあって、ずっとその、先制不使用、先行不使用と言ってきているということと、なんですかね、それがある種毛沢東が言ったということが一定の重みを持っているというところがあるそうで、簡単にそのロシアみたいに核恫喝を簡単にするような国になるかどうかというについては若干専門家の議論が分かれています。私はやるんじゃないかと思ってますけど、中国専門家の中にはそこまでいかないんじゃないかという見方をしていると思いますね。しかも中国の場合は核恫喝をしなくても通常戦力でかなりいいところまでいけるっていう理由もあるので、その核のスレッシュホールドはロシアよりずっとこう高く設定できるっていうところはあると思うんですよね。それが面白いのがちょっとすみません、2人の議論ですけど、湾岸戦争が終わった時にアメリカのハイテク戦争の威力を世界に見せつけた時に、ロシアってこれはやばい、核にやるしかないってなるんですよね。当時とまだそれんですけど、で、中国はこれはやばい、我々もハイテク兵器を作れなきゃいけない、作れるようにならなきゃいけないっていうふうになるんですよ。90年ですよ、その91年ですよ。だからまだその今みたいな経済成長をする前に、これはもう国の基礎体力を高めてハイテク兵器で立ち向かえるようにしなきゃいけないと思ったって、それがその非常にその中国の
ある種面白い決断だったと思いますね。その簡単にその核あったわけですから、あのソ連ロシアみたいな核兵器重視に行くこともできたんですけど、そうはいかなかったんですよ。なるほど。正確に言うと、はい、正確に言うとロシア軍、ソ連軍ロシア軍の中でもその方向あったんです。あ、なるほど。であったんだけども、であってどっちかって実は最初に核に行かなきゃいけないって言ったのはあのアンドレイ・ココーシンみたいなむしろ文系の核戦略家たちなんですね。まあ、ココーシンは厳密に文系じゃないけど、であのただその後にソ連が崩壊しちゃったんで、そもそもそのハイテク兵器どころではなくなったと、結果としてなし崩し的に核重視になっていったってことだと思いますね。でずっとそのアメリカ並みのハイテク作戦能力をっていう話自体はロシア軍の中で90年代からずっとあって特に2000年代後半ぐらいからいよいよというふうにしてガガガッといっぱい巡航ミサイルなんか導入したし、その発射プラットフォームも揃えたんだけども、まあ結局今回の戦争で露呈したのはそれを十分に使いこなすだけのノウハウとか、あの戦場情報システムとか電子戦基盤とかがなかったんだなってことですよね。そうですね。あとだから精度も結局鉄道に当たってないわけでしょ。当たってないで、ね、あれもどうなんですか、ね。でもいくらなんでも鉄道みたいな固定目標って要するにこう座標を入れてやってるだけじゃないですか、あれって果たして当たってないのか、撃ち落とされてるのか、撃ち落とされてるか、またはその直しているのか、とか、あとあのその本来ロシアの特技技と見られてましたけど、その衛星広報システムの電波に偽位置情報を紛れ込ませて狂わせちゃうスプーフィングみたいなことを今回アメリカが遠くからやったりとかしないかなとかですね、ジャミングだけなんかジャミングっていう話は出てますね、いろんな考え方あると思います、ね、ただあのロシアのドローンが分解されたらニコンのあキヤノンのカメラが出てきたみたいな話があったり、あのもう圧倒的にこの電子部品に関してはもう中国と違ってもう 自国での製造能力がなくなってるのは間違いないんですね。そうですね。いやでこの前、まあ、僕もその辺別に専門じゃないんですけど、この前あのツイッター見てたらなんかこう、IC チップオタクみたいな人いるんですよね。その IC チップオタクみたいな人がつぶやいてましたけど、いやなんかそのロシアの軍用 IC メーカーのサイト見てたらなんか全部一通り揃ってるからすごいなと思ってたら、ね、実は中は全部その西側製品だったみたいな話とかあるんですよね。だからなんだかんだ言ってロシアもやっぱりこれまでその国際的なサプライチェーンとかの中に乗っかって軍事大国やれてたところがあるわけですよ。だけどまさに今回自分でそういうその国際的なつながりなんかに唾を吐くような真似をしたからそこから排除されちゃってもう軍事大国面もできないかもしれないってところに行ってしまってる。これやっぱりあの戦争っていうものがまあ起こらないためにはまあ全ての国がある一定の繁栄をしている、特に経済的に繁栄をしていればまああんまり起こらないんじゃないかっていうのもあると思うんですけど、今回ちょっと嫌だったのはあのこの例えばもう宇宙に関してはですね、もうソ連の、まあ、ロシアのロケットでアメリカ の衛星が上がったりとかいうもう経済相互依存がもうすごくあって、はい、ある中でこんなにもうなんか旧ソ連とですねアメリカが宇宙開発に手を組むなんていうことはありえなかったわけじゃないですか。それがあったのにこういう状況になったりしている、はい、で一方でアメリカを見てるとですね、その NASA のが宇宙開発を、まあ、やめたっていうか民間にシフトしたことによってイーロン・マスクみたいなのが出てきてですね、スターリンクは大活躍してるわけですけど、これ言い方変えるとですね、軍事力の一部をこう民間の力が構成してるみたいなところにアメリカの経済発展段階は行っていて、で一方で中国はですね、もう国家統制であの国が全部を作るんだっていうのでやっているっていう、こういう二項対立になりつつあるのかなというふうに思うわけなんですけど、ということはこの今後の世界の平和っていうのが結局アメリカがきちんと経済成長をし、なおかつ民間の力が強くなり、結果としてこの軍備力あるいは軍事技術力あるいはその世界に対する監視能力とかが高いことが結局唯一の世界平和のなんか道のような見え方もするんですけど、この辺はどうなんですか。なんていうんですかね、まあ、例えばそれ90年代前半ってそれに近い状態だったと思うんですけど、今ちょっと違うと思うんですよ、違う形になってると思うんですよ。で私実は昨日の軍事パレードで一番こう印象に残った場面というのが、
そのロシアのこう将軍がいかめしい顔を座っているところの後ろで iPhone で写真を撮っているおっさんがいた場面で、あれだけ反米的なスピーチをしてこれだけナショナリズムを高めているイベントの後ろでアップルマークがもうまともに出てる iPhone で写真撮ってるわけですよ。これこのシュールさってすごいと思ったんですよね。で、まあ、そういう意味でそのやっぱアメリカの企業の強さですよね。うん、で今例えばじゃあそのロシア軍の動きがいろいろ筒抜けになっている一つの理由がいわゆるオープンソースインテリジェンス、あの民間の衛星なんかを含めたオープンソースインテリジェンスですけど、あれってすごいところはですね、あの自分で買ってるんだよね、あれって普段金儲けしてるんです、あの衛星って、マクサ普段金儲けをしてる衛星軍がこういう時に情報を提供する余裕があるんですよね。だからその例えば90年代のアメリカの宇宙の独占ってまさに軍の独占だったんですけど、今はその経済的にちゃんと普段ペイしてるものが戦時に動員できる、しかもそれはアメリカのものだから基本的に西側の思うように使えるって、そのなんだろう、ある種その、まあ、グローバリゼーションという意味かな、なんとかなんとか 2.0 って言いたくなるような、そのアメリカの覇権 の、あの強さですよね。はい、これがだから国家の力というよりはその経済力の強さ、そうですね、だからアメリカの経済っていうのは実は、はい、あの1996年から今でもう 165% も成長しているわけで、だから 2.6 倍になっているわけですね、経済規模が。これがなんか世界の安定の要になるような気もするわけですけど、東さんどうですか。まあ、未来はそうなるのかもしれないけど、やっぱりまだまだだと思いますよ僕。なんていうかそのつまり日本人は妙に自分たちはまずアメリカナイズしたと思ってるし、まあ、でも結構思い込んでるだけですけどね、それも、でつまり僕たちの国内だってやっぱり第二次世界大戦の敗戦とかの明治維新の頃から の苦難みたいなものに対する恨みつらみを持ってる人たちっていうのはまだまだいっぱいいるわけです。それを物語にしてる人たちもいっぱいいますからね。でだからそのなんて言うんだろうな、まあ、世界中みんなが英語を使って世界中みんながビジネスマンになって世界中みんながリベラルデモクラシーのもとに暮らすっていうような方向に向かってゆっくりは進むと思うけど、その過程はかなり僕時間かかると思いますけどね。いや僕が言ってる意味っていうのは、そのいわゆる世界の警察官的な役割をアメリカが果たしているのが昔はアメリカの国家の財政能力にあったのが、今はなんかアメリカの経済力、民間も含めた経済力がそれを支えているのかなっていう話、そうね、で他の国、例えば日本なんかでいうとですね、今後税収だって減っていく可能性もあって、人口が減っていくわけで、で そういう中でどういうふうに日本がこの軍備っていうものにどう向き合っていくかっていうのはすごい大きな課題だと思うんですけども、まあ、そこにでも世界平和の会は全然ないっていう。ちなみに僕ってこの問題について言うとすごくネトウヨっぽい人でね、ちなみにこの問題について言うと僕例えばその日本という国に戦後80年近く経ってるのに米軍基地がいっぱいあって、で日米 の地位協定ってすごく不平等だと僕は思ってるんですよ。でその問題って改善の兆しとか一向にないわけですよね。で僕は例えばそれって改善 しないと日本っておかしいんじゃないかなと思ってるわけ。だから憲法9条だけ改正してもしょうがなくって、日本の国内に米軍基地がいっぱいあって、例えば東京の上空とかだって日本は実は自由になってないじゃない、この空域の問題でね、横田区域のね、でそういう問題をどういうふうに解消するかっていうことと、本当の意味での国の自立とか安全保障っていうのはセットですよね。でもリアリズムで安全保障を考えたらそんなこと言ってる場合ではなくて、むしろ自衛隊の装備なんかは米軍とのよりどんどん一体化するべきだし、そうです、まあ、という話になりますよね。つまりもうむしろ自衛隊は米軍の一機関になった方がそれはいいんだっていうことになるわけですよ。だから自立っていうことと、なんていうかそういう効率ってやっぱりどっかで分岐しますよね。でその時にその、まあ、だからどっちを取るかですよね。だからそのいわゆる経済っていう考え方って全てをつないでいく考えだから、経済の効率っていうのはやっぱり世界中が、それこそ世界中みんなで同じ武器使った方がいいし、まあ、同じなんていうか通信施設、同じ命令系統とかでやった方がいいわけで、ある意味その自立ということからは反するわけですよ。で
だからちょっと今一つうまく言いにくいんですが、あのだからそう、ね、これはねすごい面白い議論だと思うんですけど、うん、このユーザーからもね日本の役割の話もしてもらいたいですっていう話が来てるんですけど、うん、明らかにこのアメリカから見た時に対中国っていうことを考えた時に日本は間違いなく組み込まれていてっていう考えでいいんですかね。私はアメリカの対中戦略に組み込まれているのではなくて、うん、日本の対中戦略に過去10年かけてアメリカを組み込んできたんだと思ってますね。あ、逆に、日本が、はい、15年前はアメリカはまだその対中共存ある種の G2 と呼ばれるような、うん、その米中共同覇権みたいな議論もあったわけで、なるほど。でそれに対してやっぱ東シナ海って危ないですよね、うん、台湾って危ないですよねっていうふうに言い続けてきたのは我々なの、うん、日本側なので、でそこに実際中国が同じその僕らが懸念したような行動を取ってきたから、うん、あのアメリカの対中戦略が我々に合ってきた、うん、だから我々がむしろアメリカを組み込んできたっていう感じがしますけどね、私の実感としては。となると今のさっきのアズマンのね、僕は単に米軍基地をこれから100年置くのかなと思ってるだけですよ。だからまあそれでいいんだと思うんだったらそれでもいいと思うし、まあ、今の高橋さんの話から言うと、うん、戦略的に考えるとそっちの方が安定していくっていう判断があるっていう、うん、もちろんそうだと思います。だからだからさっきから言ってる通り自立っていうのと安全保障とか経済性っていうのはどっかで分岐するし、そここそが価値観の問題だったり、もしくはそれこそ名誉とかそういう話ですよね。でだから、まあ、その部分どうするか、まあ、それは日本国民が将来考えていくべき話だと思いますが、僕はなんていうか、まあ、単純におかしいなと思ってると。まあ、その米軍基地の話、ね、うん、例えば日本の本土は沖縄にすごい基地を集中させてますよね、うん、沖縄と本土の関係おかしいと思いますけど、例えばじゃあ日本政府が沖縄と本土の基地のバランスっていうのを適正化できるかって言ったら僕たちだけではできないわけですよ。できないですね。国内問題じゃないですもんね、うん、あれ、うん、全然。でもそれがおかしいのではないか、うん、例えば僕たちが日本という国の防衛を守るためにそれはだから中国と近いから沖縄に基地を置くべきだと僕たちが主体性を持って判断するのであれば、逆にその日本という国の中でじゃあ沖縄をどう遇するか、なんで沖縄に負担を押し付けて、じゃあその見返りとしてどういうような関係を結ぶのかってできるけれども、日本人自体としても別にあんまり主体性ないわけですよそうですね。なんとなく米軍基地がいっぱい沖縄に作られちゃってでみたいな感じで、日本ってずっとそういうことが続いてる国なんで、まあ、そこは正常化した方がいいと思ってるわけで、僕はその日本という国 の, まあ、なんか主権回復みたいなことで言うとネトウヨっぽくなってきたでしょ。危険なんですよ、まずいんですよ、僕ネトウヨじゃないんですよ、ネトウヨでもないし新郎でもないんですけどね。でも筋を通して考えるとやっぱりだからその、うん、だから だから中国とアメリカの間のリアリズムで考えるっていうことと日本という国の主権とか独立みたいな話ってなんかこうどっかでぶつかっちゃうんですよね、うん、まあ当然でしょうね。世界レベルの話をするのか、うん、日本っていう国の国内レベルの話をするのかっていうのは視点が全然違うと、うん、だからでそれでさらにそこに歴史が絡む、歴史も絡むし、あと地政学的なことでそうなってくると単純なそのリアリズムとか効率性ってだけでは議論は通らないが、まあ、通らない人たちもいっぱいいるだろうなっていうのは思うんですよ、うん、それでしかも日本だけじゃなくていろんな国がそういう問題抱えてるだろうっていう気がしますね。ちょっと話ずれちゃいましたけど、はい、うん、さあそういう意味ではですね、日本があんまり人ごとには僕はもうなってないのかなと思っていて、で実際に今回、まあ、あんまり話題出てきませんけど北方領土ってそもそも最初から占拠されてるわけですよね。そうですね、ロシアに。だから、うん、まあまあそれも戦争の道作さんに負けてて、だから僕は沖縄問題も重要なんだけど、うん、この北方領土の話っていうのも同じようにやっぱりきちんと議論しなきゃいけないところで、でこ今回この今まではですねロシアとの関係がめちゃくちゃになったらやっぱりまずいっていうことで北方領土の問題も棚上げされてきてるんだけど、もうこのウクライナ紛争のおかげっていうかウクライナ紛争があることでもう関係はもうものすごく悪化してるわけで、っていうと逆に言えばですね、もうかなり強い主張もできるかもしれないですよ、ね、うん、そうですね。まあ、実は北方領土の択捉島というのは本来であれば日本第5の島 ですね、沖縄本島より大きいんですよね、はい、だからまあその沖縄が今、まあ、なんていうか
本当に米軍基地が集中してしまっているという状況が問題であるとしたら、その沖縄より大きな島が日本の施政下にないというもう一個の問題を、まあ、我々は抱えている。だから本当にこうアメリカとロシアって2つの大国の間でこう日本の南と北のところが問題を抱えているという状況で、うん、まあ、一種パラレルでもあるんだと思うんですけども、今回の北方領土問題に関して、ウクライナ危機があって日本がロシアに強い態度を取ったから全部ダメになったかという、多分、そこだけじゃないと思うんですよね。もう安倍政権下の対ロ外交の最後の方でもう相当ロシアとの交渉難しいってことは分かっていて、だって18年11月にシンガポールで安倍さんがもう日ソ共同宣言基礎2とまで行ったわけですね。2党でいいとまで行って、あともう交代できないわけですから、絶対交代できないところまで交代したけれども、結局じゃあロシアからよく言ってくれた心臓と2党で解決しようとは言ってくれなかったわけですよね、うん、でその後20年7月に憲法改正があってもう領土の割譲禁止と言ってる、まあ、事実上もうこの辺で私は日本の領土問題に関する関心は、てはもうこれはダメだってことをはっきり日本政府は気づいていたと思います。安倍さんの手前、あの交渉がうまくいきませんでしたというふうには日本政府は総括していませんけど、まあ事実上自民党内でも日本政府内でもあれはダメだったということは結論は出てると思うんですよね。なので逆にやっぱりそれがそういうそのコンテキストがあったから今回割と思い切ってロシアに対して G7 の足並みを揃えられたんだろうというふうに思ってて、で何ででしょうね、沖縄の場合現にそこに日本の人々が住んでいる、生活が行われている場所の問題なんで、その土地、物理的な土地そのものが問題になると思うんですよ。でそれに対して北方領土の場合はやっぱりもう80年近く前に日本人が追っ払われていて日本人住めていない、で元島民だった方が1万6000人ぐらいおられたんですけど、もうご存命の方が5000人ぐらいなんですよね。ほとんどやっぱり亡くなってしまわれてて、もうすごくその高齢になっている元島民の方々が、じゃあ仮に明日島帰ってきたら択捉や国後に帰りますかって言っても無理なんです、あそこの生活環境で生きていくのはやっぱりできないと。だからやっぱり僕はですね、北方領土の問題は沖縄とパラレルな島の問題ではありながら、巡ってるものは、まあ、沖縄ももちろんこの日本の享受とか主権とかの問題ではあるんですけど、より北方領土の場合はバーチャル性が高いというか、うん、土地そのものというよりやっぱその主権みたいな問題が前面出てくると思うんですね。だから僕は逆に物理的な島の土地が返ってこなくても、あそこのに日本の主権を認めさせるとか、うん、ロシアの併合が過程で問題がありましたみたいな話ができるんだったら、それは一個の解決だろうと思っているし、うん、冷戦後に日本政府が持ち出したこの、柔軟な解決案の中にはそういうの入ってるんですよね、うんうん、潜在主権論とかって形で。だからまあそういうことです。日本の南北で全然性質の違う問題を抱えている、まあ、でもそれはやっぱり日本が長い島国である以上はもうそうなんと思いますよ。そうですね、うん、ということで僕は日本は重武装して核武装した方がいいと思いますよ。僕は実は、うん、でそれ抑止力を持つって、自分たちで独自の抑止力を持った方がいいと思ってます。面倒くさくなってきたから言うんですけど、でそれは何でなのかというと、やっぱりずっとアメリカに頼るっていうことがやっぱり間違ってるからですよ、うん、でそれはやっぱりなんていうか、国としてのつまり安全保障をずっと他国にアウトソースするっていう状態っていうのは、国の形をやっぱり歪めるんですよね、うん、で政治も歪める、国内政治も歪めるし文化も歪めるし、でもうこの80年経って日本ってかなりその歪みが出てきてると思うんですよ、うん、でつまり逆に耐えられなくなってきてる日本というこの国としても。それはもちろんだから単に米軍基地があるだけじゃないか、もっとリアリズムで考えろ、それはもうずっと米軍基地を置いて米軍に守ってもらった方がいいよ、でそれ僕もそう思うけど、なんかやっぱりそういう歪みって出てくるんですよね。で僕としてはだからどこかの段階で絶対に日本は米軍からやっぱり離れた形で自分たちは自分たちの国は守る、でそのために防衛費は多くなるだろうし、うん、まあ核武装してもいいと思いますよって言っただけで核武装しろって言ってるわけじゃないんですよ、うん、ただその時で核武装の選択肢は出てきても
でも自分の国を守るっていうことが、うん、を本気で考えるんであり、うん、なおかつ中国っていうものが今横の国である以上、うん、抑止力としての核がなければ、うん、それは機能しないですよね。だからそういう議論を始めるべきですよね、うん、だから自分たちの国は自分たちの国で守る。だから米軍との協力関係があってもいいんですよ。ただ、うん、今の米軍基地は自衛隊の基地にして自分たちで例えば基地を縮小と思ったら縮小できる状態、拡大するんだったら拡大する、場所だったら選べる状態にまずして、そして米軍との関係を緊密にするんだったらいいと思うけど、やっぱり今の状態はおかしいですよ。僕はまずそれを長期的な国家目標として、あの正常化っていうのは置くべきだと思いますよ、うん、ただ一方でね、少子化で影響を受けるのは自衛隊っていう話がありますよね。自衛隊の過去の募集を見てると人口動態よりは経済状況の影響の方が大きいです。なるほど。景気が良くなると人が集まらなくなり、あ、そういうことですか。景気が悪くなると人が集まるっていうのがそれずっとそうなんですよ、うん、でいや今のね、お話を聞いていて思ったというか、ある種日本独特のナショナリズムだと思うんですよ、それって、うん、というのは私仕事柄そのヨーロッパ その安全保障の専門家と議論することは非常に多いんですけれども、彼らの口から自分の国は自分の手だけで守るべきだなんて話聞いたことがないし、彼らそんなこと思ってない。つまり僕が言ったのはそういうことじゃない。僕が言ったのは、はい、申し上げますと米軍と一緒に守ってもいいんだけれども、日本国内に米軍基地がある状態を何とかしたいということですね。あ、いや、それも含めてです。つまりその自分の国は他国と共同して守るんだから基地が必要だったら置くんだ。で、その代わりその他の国を守るためにも自分は戦うんだと、そのある種の共同体意識というのが非常に強くあるの で日本の中だとそのなんだろう、この国の中に他国の基地があるというのが自然な状態とは思わないという議論というのは比較的保守的と言われる政治家の口からも出てくるんですよね。そのなんだろう、ある種の保守的な感じ、あるいは自立性へ の自立性というのはつまり対米自立性へのなんて言うのかな、欲望じゃないですね。いやでも高橋先生、それは当たり前なんじゃないですか、うん、だって僕たちはアメリカに負けて一回占領下に置かれて、はい、その状態が固定化された状態として日米安保条約があるのであって、一回フリーになって真の意味で独立国になってから日米安保を選んでるわけではないですから、はい、つまり一度戻してから選ぶのであればいいだろうってことですね、うん、そう一度戻したいというその衝動が非常に強いなと思うんですよ。私その衝動全く持ってないんですけど、いやそれはでも普通のことなんじゃないかな、つまりっていうかそこになるのが いわゆる独立というやつだと思いますけどね。それは全く観念の問題ではないし、そここそが曖昧になってるからこそ日本では憲法の問題にしても安全保障の問題にしても常に議論がむしろごちゃごちゃになる。だから感情的な議論しないためにこそそこは一回なんかまずは独立した状態っていうのを作った方がいいと思います。ただ同じような議論ドイツやイタリアじゃ聞かないんですよね。やはり同じように占領軍が米軍基地になってるんですけど、それはおそらくヨーロッパっていうもののアイデンティティが何かクッションになってるんだろうとは推測できますけど、ちょっとそこまでやっぱり地続きっていうことのその脅威さが全然違うんじゃないかと思うんですよ。あと多分日本人は自主防衛をやろうと思えばできるっていう潜在的な意識があるんじゃないかという気がしますね、うんうん、例えばチェコとかハンガリーだったらやろうと思ってできないですから。できないから、はい、で最初に僕が言ったその経済的に今アメリカ その軍事力っていうのが単なる軍事だけでなくてこのプラットフォーマーも巻き込んだ全体のこの経済力を背景にしたものになってるとすればね、もう日本の独自ではもう無理ですよね。ただね、これなんでその話をしたかというと北方領土の問題さっきやってたでしょ、うん、でその小泉さんはもう言うまでもないんですけど、つまりプーチンって日本ってあんまり主権国家だと思ってない。でなんでかというと日本は自分たちの安全保障を自分たちで決められないから。でそして北方領土問題でも結局ネックとなったのは北方領土返したら米軍基地置かれるかもっていう、まあ口実かもしれないけれども、うん、実際リアルな話ですよね。で米軍が北方領土基地を置きたい、例えば、まあ、何でもいいけど何か置きたいっていうふうに言われたら日本断れなさそうですよ。確かに日本という国はね断る力がなさそうですよね。でつまりそういうふうに思われていると交渉もされない、交渉相手としても見なされない
そこに北方領土問題が、ね、やっぱりネックになったことに一つの原因はあると思います。そうで、まあ、ただそれ一つ の、まあ、だからまあその話をつなげてやったじゃ若干軍事的に言うと別に北方領土に置かなくても北海道に作りゃいいだけの話だと思うんですけど、うん、別にそこには軍事的にあんまり意味がないんです。さっきも言った通りプーチンはつまり安全保障を自分たちの国での自力で決めることができない国はあんまり主権国家だと認めてないんですよ。ただそれって僕なんかもちろん今の国際法上の主権ってそういう意味じゃないからプーチン独自解釈なんだけど、ある種のリアリズムですよね。まあそういうところはあるんでしょうけど、今後考えていくとこの21世紀を考えた時も そうそこのリアリズムっていうのはむしろ強くなるんじゃないですか。ただちょっといいですか、はい、ようやく僕の話から東さんが日本核武装論につながった背景が今言われたので核武装考えてもいいのか、ね、そういうことだったのかと思ってようやく特進が言ったんですけど、その話をするときに注意しなきゃいけない。確かにプーチンは日本のことを主権国家じゃないと示唆するようなことを何回も言ったし、特に安倍外交の最後の方ではもうあからさまにそういうことを言ったりもしたんですよね、うん、でそこでじゃあ思考実験してみると、日本がもしも日米安保条約を結んでなくて核保有国だったら北方領土問題は解決していただろうか。あ、いや、まあ、それはそうでもないでしょ、うん、でもないような気もするし、うんうん、でもう一個はその国際社会において独立したアクターであるためには、いわゆるその軍事的なグレートパワーでいなければいけないかどうかって問題ですね。多分まあそれはおそらく密接に関係しているので、軍事的なグレートパワーでいると国際社会の有力アクターになれる可能性も高いとは思うんですよ。でも同時に、例えばロシアとかっていうのはまさにそうなんだけど、今回完全にそのなんていうか国際的にはぶられてる。それから北朝鮮はまさに自分たちで独自核武装をしてるんだけども、彼らの国がなんかこう歪みを解消してなんかすっきりしたこうまともな自律的な国家になってるかって、なんかやっぱりどう見ても僕はあの国の方が日本よりもはるかに歪んでるし、まあ平壌の住民と東京の住民どっちがいいかなって言ったら僕東京の方がいいなと思うんですけども、ということなんですよね。で逆に別にその核を持った大国でなくても国際的なアクターであるという道はある。でなんでこの2つは完全に別々ではないんだけれども、ある程度なんていうかこう別に論じることができるもんで、じゃあ今の日本ってその確かに安全保障はアメリカに依存している、で安保面ではいろいろアメリカに対して頭が上がらないところもあるかもしれないけれども、なんでしょうね、この米軍依存アメリカへの依存をやめればその問題が解決するってことはなんかリニアに結びついていないのじゃないかという気を僕はちょっとお話を聞きながら思ったんです。いやいや、なんかまあ僕もねいろいろ話も盛り上げなければいけないから、うん、まあ非常に簡単かつ最初はね、僕は今日戦後平和主義者として来ようと思ったのに核武装論とかこれも一体 何をやってるのか全然わからないんだけど、サービス精神になりすぎなんですよ。でとにかくただ僕が言いたいのはつまりやっぱり例えばじゃあ21世紀の戦争みたいな話をするんだったらばね、日本という国もまあ国家の目標というか大きな指針って必要だと思うんですよ。でその時にじゃあ例えば当面とりあえず中国が怖いからなんとかっていうような話だけではなくて、やっぱり日本がまあだからさっき言ったみたいにじゃあもちろん現実的に日本だけでじゃあ完全に独立して自分たちの国だけで安全保障するというのは非現実的だったとしても、じゃあでも基本的な方向としてはそっち側を目指したいよねとか、でも基本的な方向としては基地だって自分たちの力で縮小したり、例えば沖縄から何か言われたら移転したりするようにしたいよねとかっていう、ある種方向付けって必要だと思うんですよね。なんかそれはもうなんかすごい規定路線になってきたような気が僕は今回のウクライナでするんですね。つまりどういうことかというと、今でもですね、日本は自衛隊は9条違反だとか言ってる人は政治家の野党とかいたわけじゃないですか、うん、もうさすがにこの状況の中でもうそんなこと言ってられなくなってましたよね。どうなんだろう、まだ言ってても誰も聞かないですよ、もはや国民の意識としてあんだけ残虐なことが起こったり、本当に来るかもしれない、次は台湾に中国が行くかもしれないみたいな、これを目の当たりにした時にやっぱり日本が軍備を持たなくていいなんて本気で思う国民っていうのは一気に少なくなってると思うんですね。まあ、軍持たなくていいっていう人はさすがにすごい少なくなってると思いますが、だからまあ実際に共産党なんか言うわけじゃないですか、
いらないみたいな話、でも共産党なんか自衛隊は利用するんでしたっけ。まあまあまあだから共産党ですらそこまで追い込まれてるわけですよ、うん、でその文脈とすごく一致してるような気がしていて、うん、やっぱりアメリカの駐在あのアメリカ米軍の傘下に置かれていることで日本が本格的な軍備力を、まあ、自衛隊は本格的な軍備力であるにもかかわらず、まあ、そこまで持たなくていいんだみたいなことが、うん、本気で言われてた時代があったわけですよね、うんうんうん、冷戦時代なんか。だけどやっぱり実際にもう空母クラスの F-35 が発着できるような空母クラスをもうすでに自衛隊は持ってるわけだし、うん、だから方向としてはやっぱり間違いなく21世紀において、まあ、20世紀に言われてたよりはもうちゃんと軍備も持たなきゃいけないし、うん、自分で自分の国を守る力を持たなきゃいけないってことには僕はなっちゃってる感じがするんです。で今回のウクライナはそれを決定づけた、うん、だから日本のこの21世紀に日本は武装しなくていいんだなんていう政治家はもう出てこないんじゃないか。でも多分その話はもう冷戦後、私82年生まれなんでなんとなく子どもの頃のことを覚えてるわけですが、うん、子どもの頃と考えてももうすでにまあそういう雰囲気にはなっていたし、うん、共産党も自衛隊はそもそもずっと否定はしてこなかったわけですよね。だから多分日本で今非武装中立ってことを唱える人はおそらくほとんどいないんだと思うんですよ。で問題はどの程度の武装を持つのかとか、それはその日米安保の前提の下でやるのか、あくまでもその自立を目指すのかみたいな、そっちの方向の、まあ、多分議論のウィンドウなのだろうと。でその中に今アズマンの言っている米軍基地の問題っていうのが入ってきているっていう、そういうことなんですよね。だから結局のところその、まあ、もちろん細かくいろいろ言えばそうじゃないのかもしれませんし、僕の誤解もあると思いますが、ただ普通の国民的な感覚としてはやはり日本っていうのはもし僕たちがそのこれ防衛費を増額し巨大な軍事力を持ったとしてもですよ、じゃあそれ自分たちが使えるのかって言ったらそうじゃないんじゃないかっていう気がしてるんだと思うんですよ、うん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 、結局のところはアメリカのやっぱりこう顔色を見ながら自分たちの安全保障を決めなきゃいけなくて、いくら自分たちの国を守るって言ってもどういうそれをどういうふうに守るかっていうのも常にアメリカにお伺いを立ててるような、そういうような不安っていうのはあると思うんですよね。そこはやっぱりなんか解消する方向に向かっていった方がいいだろうと思うんですよ。でまあ、先ほど小泉さんがおっしゃった部分はあれ政治家の意識というところでいうと、多分93年に細川内閣の時にその日本社会党が政権に入った段階で非武装中立を放棄した、うん、自衛隊を合憲と決めた時に多分メインストリームも決まってるんですよね、うん、で一つの大きな問題はその90年代から2000年代初めにかけて日本の経済力はアジアで一番大きかったわけですよ、うん、だから GDP の 1% といっても、うんうんうん、それでも十分だったんです、うんうん、例えば2000年の日本の防衛費というのは中国より大きかったんですよね。でところが今中国との関係でいうと1対4になってしまっていると、うん、でだからそのなんていうかな、同じ5兆円5兆5000億円でも意味が変わってきてしまっていて、でまあ、その根本的な原因は経済力が停滞したことにあるんですよね、うん、実はそう同じように伸びてれば、うん、別に住んでたんですよ、うんうん、でまあまあ、それはそれとして、先ほどの問いに戻っていくと、なんだっけあ、すみません、ちょっと忘れちゃった、対米自立問題なんじゃないですか。対米自立問題、あ、そういや、そうだ、ごめんなさい、ただ米韓同盟っていうのは、うん、韓国軍と米軍というのは戦時には 100% 米軍の指揮下に入るんですよ、うん、で NATO 軍も戦時には NATO 諸国30カ国、うん、RCEP 29カ国、うん、アメリカの29カ国の軍は NATO 軍司令官、つまりアメリカ人の司令官の中に 100% 入るんですよ、うんうんうん、ところが日本はそうなってない、うん、それは自衛隊がそれを拒否し続けてきたというか、日本はそうしなかったんです、うん、その自衛隊は米軍の指揮下に入らないんですよ、うん、で入らないでこのパラレルの関係で調整し合う、うん、だこれが問題だというふうに実は言われてるんですけど、うんうんうん、日本側としてその組み込まれることは選択してこなかったんです、うん、だからそれはそれでその日本 の, そのある種の自立を維持してきた、その軍事における自立を維持してきた、だからその意味で言うとその防衛費を増やしたことがその増やした後の自衛隊あるいは日本の防衛政策がアメリカの言いなりになるっていうのは実態としてはそうじゃないんですよね。そうならないように実は自衛隊というのがデザインされてきているのは事実なんです。うーん、なん
ね、この話は、うん、非常に、まあ、政治的に日本の国内でどういう議論をしていくかということであるんですけど、なんかすごく悲しい現実としてはね、今日戦争をテーマにしているわけなんだけど、この戦争を起こさないためには軍備が必要であるっていう話を今していて、はい、で軍備があるっていうことは、それは変な為政者が出てきたり何かがあったら戦争が起こる火種を作っているっていう、ものすごくですね、ジレンマな状態が、まあ21世紀やっぱり続くのかなっていう、これはまあ世界の現実からすると当たり前のことなのかもしれないけど、すごく悲しい現実で、そこに軍備っていうのはやっぱりいわゆる生産性を向上させるものではないので、破壊を前提とするものなので、なのでなんか人間って罪深い、しかしその平和を維持するために軍備が必要だっていうことで、21世紀がもうウクライナ戦争によって定義づけられちゃったと見ていいんでしょうかね。あ、私ですか。そうですね、つまり戦争というのは起こるものだという意識を持ってしまった、うん、つまりいや実はヨーロッパだって冷戦が終わってから戦争してるわけですよ。ユーゴ内戦という戦争を、非常に悲惨な戦争をやってきてるわけですけど、はい、まあ、とりわけこの SNS 時代に非常にこうビビッドな形で、うん、戦争というのは起こるものなんだと、うん、しかもまあ少なくとも先進国とみなしているのような国が戦争を起こすんだということを意識してしまった、うん、で、まあ、先ほど その東さん その世代論的な話で言うと、多分この記憶は消えてなくならないですよね。で、うん、この記憶は この世代では消えてなくならないんだけど、それは多分悲惨な戦争を避けるという方向ではなくて、うん、戦争に備えなきゃいけないという方向に行くような気がする。だからそういう意味で、まあ、僕たちは90年代から2000年代 9.11 までかな、冷戦が終わってから 9.11 までに過ごしていたような、まあ、平和を感じていた時代には多分戻れないっていうのが、ね、この戦争の一つのきっかけ、うん、であと何だろう、あともう一つ、すみません、国際秩序というのは結構戦争によって形作られるんですよ、うん、例えばそのヨーロッパの世界秩序は第二次世界大戦っていうのはやっぱり大きく影響してますし、東アジアの世界秩序っていうのは、地域秩序っていうのは実は朝鮮戦争の名残がかなり残ってるんですよね、うん、で戦争によって作られた秩序は多分戦争によってしか変わらない。で、今度のウクライナ戦争は少なくともヨーロッパにおいてはそういう秩序を変えるような戦争になるでしょうし、まあ、終わり方によりますけどね、なる可能性があるし、もしかしたらそれは我々の認識に影響を与えたという意味で、その世界を変える戦争ということになるのかもしれないというふうに思いますね。小泉さん、まあ、やっぱりこの戦争という現象自体は実はいつも我々のすぐ隣にいたんだけれども、その冷戦後という非常に特殊な時期になんか遠くに行ってくれたような気がきっとしていたんだと思うんですよね。3年前に、ね、高橋先生と一緒に出した核の暴虐の終わりっていう本も、みんな核のことはもう忘れられた、あいつのこととはもう手切れたって思ったんだけど、実は核はずっとそこにいたんですよ、うん、いたんだけどなんかそのことをもう忘れて、もう核戦争のことなんかもうさすがに昔の話でしょと思ってたら、うん、ちょっとしたことで今本当にロシアが核を使うか、それに対してアメリカがどう報復するかみたいな話を本気でしなきゃいけないっていう局面が突然戻ってきてしまった。だからやっぱりなんて言うんですかね、安全保障ってよくその能力かける意図みたいなことをすごく初歩的な図式として言いますけど、やっぱりこの能力の部分が残ってる限りっていうのは、その可能性っていうのは意図がどうあれ、意図は急に変わるのでいつか戻ってくるかもしれないし、でじゃあその能力の部分、この部分こそが元凶なんだから、ここをなくさなければいけないっていう考え方は全く正論でそうなんですけども、やっぱりこれは簡単になくならんわけですよね。誰が先になくすのか問題みたいなのもあるし、やっぱりこう初歩的な軍事力っていうのは誰でも持ててしまうので、うん、そんなに簡単にはなくせないと。だからやっぱり、まあ、私たちはずっとその、トイレの花子さんみたいなどっかにいるその不気味なやつと一緒に生きていかなければいけないんだってこと自体はあまり明るくはないけど、覚悟しておかなければいけない、まあ、今回の戦争の教訓なんだろうと思いますね。なるほど。東さん、
まあ、今回は僕はね、いろいろ混ぜ返して嫌われるために来ているので大丈夫だ。いやいや、あの今度はまた最後にね、また最後にちょっと違う観点で言いますけどね、あのやっぱり逆に今の2人に言ったことっていうのは全く同意見なんですけど、裏返せばね、戦争を忘れることができてた時代っていうのはやっぱりすごいいい時代なんですよ。本当そうですよ、ね、で、あのやっぱり僕たち後世に残すときに戦争を意識している時代っていうのがこれからしばらく続くとしても、やっぱりそれを忘れていい時代っていうのをどれほど早く取り戻すかっていうのがやっぱすごい重要なことなんだと思います。でもちろんだから、あの戦争って常にどっかにあるし、それについて専門家やもちろん軍人たちは常に意識していなきゃいけないんだけど、国民みんなが戦争の話をし続けるっていうのはね、絶対嫌だ、うん、でやっぱりあのそれこそお二人なんかもうここの2ヶ月ずっとテレビに出ずっぱりで、あの茶のお茶の間がずっと戦争戦争って言ってたわけだけれども、やっぱりこういうのが本当これからも先もし3年5年10年って続いてしまったら、やっぱり嫌な雰囲気ですよ。でこれはそれはすごく面白いなと思うのは、一方で忘れる期間が長すぎると、東がさっき言ってたみたいに忘れてしまったがゆえにもう一回また戦争の起こる可能性が高まるっていう、あのこれもジレンマ、ね、だからあの記憶って本当にすごく厄介で、あのさっきちょっと不死の連帯の話をしましたけど、あのあと最初に歴史の政治家みたいな話しましたけど、結局その21世紀になって、つまり戦死者が第二次世界大戦を覚えてる人たちが身近にいる時っていうのは、別にそんなにどこの国も記念碑作ったり教科書作ったりイベントやったりしないんですよ。でそれがみんなどんどんいなくなって風化するからこそやるんですよ ね、 そうですね。で記憶残すためにやるんですよ、うん、ところが記憶残すためにやるんだけど、その記憶っていうのはやっぱ現実とちょっと違うから、変なことになっていく。だから忘れると人はなんか記憶残すために何かやるんだけど、やったことによって逆効果が起きるっていう、まあ本当こう厄介なことになっていて、だからまあ、そういう意味で言うと、記憶を戦争を忘れることができて平和な時代っていうのもおそらく短くしか続かないんだと思うんですけど、そういうことだね。ただやっぱりその時代っていうのがいいなと思いますよ。今本当にそのなんていうか、今から思えば確かに冷戦後1990年代2000年代世界は平和ボケだったんだと思いますけど、平和ボケ良かったと思いますよ。良かったですよね。良かったと思う、まあ、みんながグローバリズムとか言ってめっちゃ良かった。そう、あの90年代のあのしらけた雰囲気すごい良かったですよ、ね、すごい良かったと思う、ね、つい数年前までアメリカとソ連がガチで戦争やる気だったのが、うん、ね、ああいう雰囲気になってくれた90年代、うん、僕本当に今でもなんかこう温かいノスタルジーともに思い出しますけど、僕はあのベルリンの壁の崩壊の時の鶴橋持って、はいはいはい、こうなってただ、ね、あの姿を、うん、すごいよかったよ。朝の BBC かなんかで見て、うんうんうん、もう泣くでしょ、時代が変わったと思って。そうそうそう。でその次に思ったのが、うん、オバマ大統領の当選ね、黒人が大統領になった、うん、これで変わった、もう人類進歩してる感がありましたよ、うん、そしたら全然進歩してなかったということで、今日はいやだからその時代戻したいよ ね、 うん、まあ、でもまた訪れるんですよただ今日分かったことっていうのは、うん、戦争っていうものがもう単純にね、あの戦争は悲劇だからなくさなきゃいけないんだ、戦争はダメなんだ、戦争はダメなんだっていう、そんな単純なものじゃないと、うん、これは、ね、人類のこの、まあ、国際社会の中に一種組み込まれた、うんうん、あの装置であって、でもちろん戦争が起こらないことの方がいいんだけど、でもそれがあるがゆえに、その危険性があるがゆえに軍備も持たなきゃいけないし、だから軍備があるから均衡してもいるし、またあの不安定にもなりうるっていう、この戦争と人間っていうのは実はそんな簡単に切って切れないものだっていうのがよく分かりました。ありがとうございます。できれば地上波でもこのレベルの議論ができるといいんですけど、ここねえ、なかなか地上波ではいかないと思うんですが、ということでご出演者の皆様、そしてユーザーの皆さん、本当に長い時間、長時間に議論して、長時間にわたって議論していただき、そしてご覧いただき本当にありがとうございます。今日はこの番組、今日この番組で議論したことが皆さんの中に何か残っていけばいいなと。でまあ東の言うこの戦争を意識しなくていい時代が早くまた訪れることを祈ってですね、この番組終わりにしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。